ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢はどんな王パーツが特に好きだ？やっぱりイカニモって感じのが好きだわ。クリスタルピラミッドとか、古代原子炉とか。霊夢は全然わかってないなあ。考えれば考えるほどに謎が深まる異物こそ渋いじゃないか。へえ、そこまで言うならその渋い異物とやらを教えてちょうだい。ということで今回は、日本に残る古代の巨石遺跡について解説していくぜ。なるほど、巨石遺跡ね。確かに細かな部分や当時の状況とかを知れば知るほど、より奇妙に思えるかも。しかもそんな巨石遺跡が日本にも存在しているんだからな。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは、奈良県橿原市にある巨石遺跡を取り上げよう。この地は、九州からやってきた岩出彦命が、神武天皇に即位した地として伝わっている。ふむ、日本神話とかなり関連が強い地ってことね。いかにも重要な遺跡がたくさんありそうだわ。うむ、実際数多くの神社仏閣があるし、今なお盛んに発掘調査が行われている。そんな由緒ある地にそびえる怪武器山、その標高130メートルの地点に、増田の岩船と呼ばれる巨石遺跡がある。その大きさだが、東西に約11メートル、南北に約8メートルほどの長さがあり、高さは約 4.7 メートル、そして重さはなんと約800トンから900トンほどはあるとのことだ。それはまた、なかなかの大きさね。船、なんて名前で呼ばれるのも納得だわ。でもただ巨大な岩ってだけじゃないんでしょう？うむ、この岩の上部には、一辺 1.6 メートル、深さ 1.2 メートルの四角形の穴が2つ開いているんだ。その穴にどんな意味があるのかも気になるところだけど、そもそもそんな穴が自然にできるとは思えないことがまず重要よね。うむ、この巨石遺跡が人工的なものなのはほぼ間違いない。だが、この増田の岩船に関しては何の資料も残されていないんだ。そのためこの遺跡が一体誰によって、いかなる目的で作られたのかは判明していないんだぜ。少なくともいつ頃作られたものかくらいは分かっていないの？正確な製造年代は不明だが、岩の加工法や穴の大きさなどを調べた限り、古墳時代最末期の特徴が見られるため、7世紀頃に製造された可能性が高いと推測されているな。製造年代もかなり曖昧な感じなのね。それで、この巨石が作られた目的に関してはどんな説が唱えられているわけ？増田の池を称えた弘法大師の書を刻んだ石碑の大師という説や、占星術や暦のために利用する天体観測台という説、物見台を兼ねた水槽という説、禊が行われる儀式場という説、電磁気発生装置説など、様々な説が提唱されているが、やはり確かなことは不明なままだな。手がかりが少ないせいか、たくさんの可能性が浮上しているのね。ただその中でも現在特に有力と考えられているのが、この巨石は予告知識切割ではないかという説だぜ。切割とは棺を入れる石の外箱のことで、古墳時代に見られたものだ。やっぱり古墳関係の可能性が高いわけね。うむ、完成後にこの巨石は、北側の壁面を下向きに横転させられると推測できる。その上で全体としては古墳石室になる予定だったのではないかということだな。すなわち、増田の岩船は未完成の古墳だったことになる。ふむ、まあ無難な主張って感じだわ。この説に一定の信憑性があるのは、他にも似たものが発見されているからなんだ。京都立花大学名誉教授である猪熊兼勝氏によると、大阪船屋川市にある、石室が露出している石の宝殿古墳に増田の岩船が似ているとのことだ。さらにこれら二つの巨石遺跡と似た構造を持っている完成品は、剣後静香古墳の石室しかないんだ。ふむ、二つの未完成品と一つの完成品が発見されているってことね。そしてこの3つの遺跡を元にして一連のストーリーを想像することもできる。すなわち、増田の岩船と石の宝殿古墳でまず失敗した後、南室の凝灰岩の石室として完成させたものが、剣後静香古墳ではないかと主張されているんだ。なるほど、そうした試行錯誤の痕跡ってことなのね。それで完成品の方の剣後静香古墳ってどんなものなの？まず剣後静香古墳は、増田の岩船から南東に約500メートルほどの場所にあるんだ。あら、かなり近いところにあるわね。構造が似ていることだけが、関連性を疑う根拠じゃないってことかしら。そしてこの剣後静香古墳は、天智天皇と天武天皇の母である斉明天皇の御捧ぎである可能性が高いとされているんだぜ。やっぱり完成品と思われる古墳だけあって、その正体にはある程度の目処が立っているのね。そして剣後静香古墳に関するこの仮説が正しいとすると、増田の岩船も完成していた暁には、この辺一帯が斉明天皇の墓になっていたことになるな。でもそれなら、増田の岩船も剣後静香古墳と合わせてその正体が判明するわけよね。どうしてわざわざ増田の岩船を謎めいた巨石遺跡として取り上げたの？そもそも増田の岩船がどのように製造されたのかというところに謎があるからだ。
まあ、それを言ったら剣後静香古墳をはじめ、現存する多くの古墳にも当てはまりそうではあるがな。例えばヒストリーチャンネルのナビゲーターとして有名なジョルジュ・ツォカロス氏は、マスダの岩船を実際に目の当たりにした際に次のように感じたそうだ。日本人は古代の時点で、もしかしたら石を溶かして固める技術を持っていたのかもしれない。そして現代の私たちが知らないようなテクノロジーを持っていた可能性もあるとな。なるほど、やっぱり古墳と加工した巨石遺跡はその製造方法自体が最大の謎ってことね。それにマスダの岩船は江戸時代の頃には、すでにある種の観光名所になっていたようだ。ところが、まだその謎は全然解明されていないんだぜ。続いて奈良県飛鳥村にある石舞台古墳について紹介するぜ。この古墳に埋葬されたのは、飛鳥時代に絶大な権力を握っていた蘇我の馬子という説が有力だ。蘇我の馬子はさすがにビッグネームだから知っているわ。この石舞台古墳は、1933年に京都大学名誉教授である浜田耕作氏による発掘調査において、方形つまり四角形の古墳であることが確認されている。そして墳丘の周囲には幅 5.9 メートルから 8.4 メートルの空堀が巡っていて、さらにその外側には幅が約7メートルある外包みが設けられている。この外包みを復元すると、全体として一辺が約80メートルにもなるとのことだ。これまたなかなかの大きさね。まあ蘇我の馬子の墓なら、それ相応に立派なものになるのも当然かしら。この石舞台古墳の目立った特徴として挙げられるのは、現在は石室を覆っていた宝土が喪失している状態になっていて、巨大な石が組み合わさった横穴式の石室が剥き出しになっていることだな。その状態で全体が崩れたりしていないのも驚きだわ。製造上の仕組みが謎だけど、やっぱり石の重さが肝心なのかしらね。約30個もの石が積み重なっていて、その総重量は2300トンにも及ぶと言われているな。それほどの重量の建造物をどうやって製作したのか、やっぱり気になるわね。それで内部はどんな作りになっているの？死者が埋葬される現室に関しては、長さが約 7.7 メートル、幅が約 3.5 メートルあり、高さは約 4.7 メートルとなっている。また現室から外に繋がっている通路は、長さ約11メートル、幅約 2.5 メートルある。さらに石室内部には排水施設も備わっており、一人の人間を埋葬するにしてはなかなかの広い作りになっているな。やっぱり埋葬された人物の身分が理由かしら。それでこの石舞台古墳には他に何か気になる謎はあるの？やはりこの古墳製造に利用された技術だな。先ほど紹介したジョルジュ・ツォカロス氏がマスダの岩船と同じ日に石舞台古墳も見に行っているんだ。そして、古代日本人が高度な文明を駆使してこの古墳を作ったと推測している。さらには、これほどの巨大な岩を加工する知恵が、一体どんな存在から継承されたのか気になると注目しているんだぜ。やはりこの古墳もその製造技術から、古代日本の謎の高度文明が推測されているわけね。しかも、その背景に謎の存在の影もありそうだと。ただ、石舞台古墳の建造方法は、現地の案内板に詳しく記載されているんだ。あら、じゃあそんな大層な謎なんてないってオチじゃないわよね。いや、石室の天井にある最も大きな巨石が77トンもの重さがあると推定されることや、覆っていた宝土がなくなっているにもかかわらず、長年にわたって石組みが崩れていないことなど、用いられた技術力が驚異的なものであることに変わりはないんだ。となると、それほどの技術がどこからもたらされたのかに注目するのも当然ね。同時にそれほどの技術がなぜ現代まで継承されていないかも気になるところだわ。喪失原因はともかく、技術がどこから来たのかに関しては一応の推測は可能だ。ここで埋葬されたと考えられている蘇我の馬子が活躍していた飛鳥時代は、周知の通り遣隋使が派遣され、渡来人によって中国から様々な技術が日本にもたらされた時代だ。だからこの古墳を建造した技術も、大陸伝来のものという可能性は捨てきれない。その場合には、中国に限らず、メソポタミア地方などから伝わった可能性もあり得るな。確かに当時の外交関係からそう考えるのが妥当なんでしょうけど、結局古墳の製造技術が、時代錯誤と言えるほど高度な理由は説明されていないのよね。超古代文明とかを期待しているんだろう？その通りよ。もちろんその線は十分あり得るぜ。なぜなら蘇我の馬子が権勢を振るったこの時代は、聖徳太子を中心に一筋縄じゃいかない数々の謎が存在しているからな。その点はまた別の機会に解説しよう。もったいぶるわね。奈良県飛鳥村にはさらにもう一つ、坂船石遺跡という巨石遺跡があるんだ。この坂船石は以前から有名だったんだが、2000年に行われた発掘によって、亀型石造物、小判型石造物、砂岩石垣、半築など、周辺に様々な遺構があるのが発見されたことで再び注目されることになった。
結果、それら周辺の遺物もまとめて坂船石遺跡と呼ばれることになったんだ。それで坂船石遺跡はどんな作りになっているの？長さは約 5.5 メートル、幅約 2.3 メートル、高さは1メートルある。ただし北側と南側の一部が欠損しているため、建造時にはもっと大きかったと推測されるな。何か目立った特徴はあるのかしら？うむ、巨石の上面に、円形や楕円形の皿状になったくぼみが6箇所あって、さらにそれらのくぼみを結ぶように溝も刻まれているんだ。皿状のくぼみは深さが約10センチほどあり、中央にある一番大きな長楕円形のくぼみは長さ 1.35 メートル、幅が70センチはあるな。そして中央を通っている溝は幅が10センチ、深さが3センチほどあり、U 字型に掘られているのがわかる。巨石表面にある複数のくぼみとそれらをつなげる溝ねえ。考えられるのは、儀式用の台座とか何かの紋章とかかしら。この遺跡が制作された目的に関しては、江戸時代の頃からいくつもの仮説が提起されてきた。例えば小説家の松本清張氏は自身の小説の中で、坂船石ではソロアスター教の葉おまさけが製造されていたという仮説を提起しているんだぜ。へえ、松本清張ほどの作家が作品で取り上げるなんて、それほど有名な遺跡ってことよね。とはいえ、彼が提出した仮説に研究者たちは否定的なんだけどな。また、1935年に坂船石から南方向20メートルほどの地点において、石どいと思われる車石が見つかったことを踏まえて、庭園の施設ではないかという主張もある。他にも薬などの製造設備説や、古代の有体素施設など、様々な説が提唱されてきている。でもどの説も仮説にとどまっていて、確かなことは分かっていない感じかしら？その通りだぜ。ただ、そうした中にも特に興味深い仮説がある。坂船石に刻まれている円形や楕円形のくぼみが、プレアデス星団の星々の位置関係と対応しているのではないかという主張だぜ。ふむ、天体が関係してくるとは、確かに興味深いわね。スバル、あるいはスマル、という呼び名で遥か昔から知られてきたプレアデス星団は、世界中で種まきや刈り取りの時期の目安として利用されてきた。そのためこの坂船石は、農耕のスケジュールを判断するための、ある種のカレンダーだったのではないかとも推測されているんだ。へえ、それは結構面白い仮説な気がするわね。ただ、このプレアデス星団に基づく農耕カレンダー説が正しいと考えた場合、望遠鏡がなかった時代に人々が恒星の位置をどうやって把握していたのかという、新たな疑問が浮上してくるんだ。ああなるほど、そもそもプレアデス星団の観測自体が問題になるのね。肉眼では、プレアデス星団はせいぜい星が固まっているくらいしか把握できないからな。だから星々の位置関係や距離などを把握し描写するのは不可能と考えられるんだ。じゃあこの説が正しい可能性はほぼないってことじゃない。だがそれでも坂船石の意匠が、プレアデス星団における恒星の位置や距離、角度にほぼ正確に対応しているのも事実なんだ。だからこの点を踏まえると、坂船石はオーパーツの一種に他ならないと言えるわけだぜ。坂船石とプレアデス星団の対応関係も謎だし、もしプレアデス星団を観測する方法があったとしたら、それもそれで超技術になるわよね。うむ、その点も含めて謎が深まるということだな。また、坂船石の謎はまだ他にも残っている。2000年に坂船石がある丘のふもとから、亀型石造物と小判型石造物という石の水槽が発見されているんだ。亀型石造物は全長約 2.4 メートル、幅約2メートルの花崗岩で作られていて、亀の頭や尻尾、足の形に造形されている。そして亀の甲羅に相当する部分は直径 1.25 メートル、深さ20センチの8畳にくり抜かれていて、頭部分にある穴から水が流れ込んで、尻尾側の穴から流れていく構造になっているんだ。よくできているわね。甲羅部分は鉢の形状になっているから、尻尾側の穴を塞げば水を溜めておくこともできそうだわ。一方、小判型石造物は長さ 1.65 メートル、幅1メートル、深さ20センチという大きさで、こちらも同じく水を溜められるような構造になっている。しかも排水部分が亀型石造物の頭側の穴に連結していて、そこに水が流れ込むようにできているな。近くには遊水施設も見つかっているため、そこからこれらの石造物に水を引いていたと考えられる。それで、この二つの石造物から坂船石に関して何か新たな事実が分かったりしたの？うむ、実は日本書紀の斉明天皇2年の箇所に、この石造物に関連すると推測される記述があるんだ。奈良県桜井市南部にある遠野峰に垣根を巡らし、頂上にそびえる日本の月の木のそばに、二月の宮と名付けた高殿を建てたといった内容の記述だ。なんか知らない言葉ばかりでよくわからないけど、何かしらの建造物があったみたいね。この二月の宮、というのが一体どのような建造物なのか詳しいことは判明していない。ただ一説として高殿、と記述されていることから、
中国における道教の祭祀場主要道場である道館ではないかと主張する研究者もいるな。そしてこの二月宮に関しては、職に本義の大宝2年の上を最後に、文献上に記述が見当たらなくなるため、なおさら特定が困難だ。ただ、平安時代までの約250年もの間利用されていたことはわかっている。どんな施設かは不明だけど、長い間使われていたってことはそれなりに重要な役割があったはずよね。そこで一つの手がかりとなるのが亀型石造物だ。亀は現在、長寿や金運と結びついた縁起のいい生き物と考えられているだろう。だが古代日本において亀は、海の神様とみなされる神聖な動物だったんだ。となると、そうした海の神様への信仰と何らかの関係があったのかしらね。また、これらの石造物と坂船石をつなぐような階段状の通路も発見されているんだが、結局その関係性については判明していないというのが現状だ。プレアデス星団の位置関係を映した坂船石と、海の神様である亀の形をした石造物ね。天体と海なんて、どっちも壮大すぎて全然特定できないわね。うむ、もしここで何らかの祭祀が行われていたとするならば、それは単なる雨乞いとか五穀豊穣とかだけに関係するものだったとは考えづらい。もっと宗教的に深い儀式とか、あるいはもっと高度な技術が関わる何かを期待しちゃうわよね。ここで再びソカロス氏の見解を参考にしようか。古事記には天から降りてきた神々によってこの地が作られた、と記されている。そのため、こうした神話の原型となったような事実がこの地で起きていた可能性があると彼は主張している。もしそうだとすると、例えばどんなことが推測できるのかしら？それこそ極論だが、天から古代日本に何らかの存在が降り立ってきたのかもしれないな。そしてその神的な存在によって、巨石遺跡の製造加工技術が伝わった可能性があるというわけだ。一見とんでもな主張だけど、天や宇宙から何かが来たって考えれば、プレアデス星団の謎とも話が繋がりそうなのよね。夢が膨らむわ。さて、ここまでは奈良県の遺跡ばかり扱ってきたが、今度は東北地方に目を向けよう。秋田県の北東部、県境にある数の市には、大湯環状列石と呼ばれる遺跡がある。環状列石って、いわゆるストーンサークルってやつ？その通りだぜ。大湯環状列石は、野中道環状列石と万座環状列石という二つの環状列石から構成されていて、その二つがおよそ130メートルほど離れ、東西で対峙するような形になっている。へぇ、複数のサークルが合わさるものもあるのね。ちなみにこれらのサークルを構成するところの石は、どれも大きいものではない。ただ全体の規模に関して言えば、より大きい方の万座環状列石の直径は最大52メートルもある。そのため今のところ発見されているものの中では、日本最大のストーンサークルとされているんだ。ストーンサークルって海外に多い印象だけど、日本にもこれほど巨大なものがあったのね。もちろん興味深いのはサイズだけじゃない。もう一方の野中道環状列石は二重の輪になっているんだが、外側の輪の直径は最大44メートルあり、さらに中心部には日時計状礎石があるんだ。ふむ、日時計とはなかなか意味深だわ。一体このサークルにはどんな役割が担わされていたのかしらね。この環状列石が作られたのは、およそ4000年前、縄文時代後期の頃だと考えられている。そしてこれまでの発掘調査の結果によると、環状列石とは基本的に集団墓という可能性が高いようなんだ。ただそれでもいかなる目的で使用されたのかは意見が分かれ、確かなことは不明だ。どんな象徴的意味があるのか、何らかの儀式に利用されたりしたのか、疑問は尽きないものね。ここの環状列石に関してはどんな仮説があるの？この環状列石の中心部から、野中道環状列石内の日時計上礎石へと結ばれる方向が、夏至に太陽が沈む方向に対応していることが特に注目されているな。そういう太陽関係はよく見られるものってこと？例えば北秋田市にある伊勢道体遺跡にも、夏至に太陽が沈む方向と対応する礎石があるんだ。あら、しかも同じ秋田県じゃないの。うむ、それゆえ古代の東北地方には何らかの文明があった可能性が示唆されているわけだ。また、同じく数の市には黒又山があることにも注目だ。この山は大湯環状列石の北東方向にあり、そこからは綺麗な二等辺三角形に移る。その形状もあって、黒又山はピラミッドの一種ではないかと疑われてきたんだ。へぇ、日本にピラミッドがあったとしたらすごい発見になるわね。その点に関して、1992年から1994年にかけて行われた調査で興味深い事実が判明している。同志社大学博物館研究室を中心に結成された環太平洋学会黒又山総合調査団が、地中レーダーや赤外線写真、航空写真などをふんだんに利用して黒又山を調査したんだ。ほう、それでどんなことがわかったの？結果、この山が7段から10段の階段状に加工されていることや、
山頂部分の地下10メートル地点に空洞があり石棺が埋葬されていること。そこには石器、土器、鉄釘、古銭、石英安山岩の石製品などが遺物として収められていること。これらのことが明らかになったんだぜ。めちゃくちゃ貴重な発見じゃないの。少なくともただの山ではなく、ピラミッドに近い何かであることはほぼ確定したわけよね。現在の黒又山は、土の地面の上に杉林が覆っている通常の山のようにしか見えない。せいぜい三角形の形が綺麗だからピラミッドみたいに思えるってくらいだ。でもいざちゃんと調べたら、見た目からは想像できないほど中身が充実していたってことね。ただこの現在の姿は、約千年前に十和田山が噴火して火山灰が降り積もったためと考えられている。やっぱり予期せぬ自然の影響で真の姿が隠れてしまうのは避けられないのね。それゆえ千年以上前の黒又山は、階段状のピラミッドという姿だった可能性があるんだ。加えて、黒又山にはいろんな噂がある。巨大なエネルギーが生じているパワースポットだとか、UFO が多く飛来しているとかな。また、大湯環状列石から見たとき、黒又山は北東の鬼門に位置することも注目だ。逆に黒又山から見ると、大湯環状列石は裏鬼門の位置にある。こうした位置関係からも、この二つのスポットには何らかの関係があると推測されているんだ。なるほど、見た目や方角、時間や季節といった具合に様々な観点から考察すべきね。思わぬ観点から重要な秘密が判明するかもしれないし、この大湯環状列石なんて、縄文時代のものだからな。奈良の巨石遺跡よりもさらに数千年も昔のものだ。現代の視点だけから考えていたら、本質を見逃してしまう可能性が高い。少なくともこの大湯環状列石と黒又山からは、古代の人々の視野の広さが伺えるわね。加えて、古代の東北地方には高度な文明があった可能性が高いということだぜ。今回は日本の巨石遺跡を紹介してきた。日本にも多く見つかっている巨石遺跡は、特にその建造技術に謎がある。その技術が古代に高度な文明があったことを伺わせる一方で、さらにはその技術が一体どこからもたらされたのかという疑問が生まれるのよね。やっぱり定番は、宇宙からとか、他の超古代文明の生き残りとかかしら。そうした起源を解明する手がかりが日本神話等にあるかもしれないことも指摘したな。巨石遺跡という目に見える証拠が、歴史や神話にまた新たな光を投げかけてくれるってことね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前テレビで歴史の番組がやっていたんだけど、縄文時代とかその辺のことがわかるってすごいわよね。何を改めて当たり前のことを言ってるんだ？いやいや、改めて感じたのよ。邪馬台国とか卑弥呼とか、よく教科書で習うことが多いじゃない？でもそんなに前の時代のことがわかるって不思議だなって思って。まあそうだな。じゃあ霊夢は日高見の国という存在を知っているか？聞いたことないわ。少なくとも教科書では出てこなかった気がするよ。それは現在の日本のどこかにあったとされるとても大きな勢力を誇った国家のことを言うんだ。だが謎に包まれていて、未だにわからないことが多いんだぜ。へ、何それそんなのあるの？がぜん興味湧いてきたわ。その日高見の国についてもっと詳しく教えてよ。よし、じゃあ今回は日本史から抹消された謎の文明日高見の国の正体について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは今回の主役でもある日高見の国とは一体何かについて話をしていこう。日高見の国って本当に実在したのかな？ああ、その存在は日本書紀にも登場するんだぜ。日高見の国は日本の東北地方に存在した古代の国と言われているんだ。日本書紀ってあの、最古とも言われる歴史書よね。そうだ、日高見の国については記述されている内容が多くの謎に包まれていることで知られてきた。いろいろなことが書かれていると思うけど、日高見の国についてはたくさんの謎があるんだね。日本書紀によると竹之内宿根が日高見の国について景行天皇にこのように報告しているんだぜ。都から遠く離れたこの国では、男も女も髪を結っている。体には入れ墨がある。非常に強い蝦夷と呼ばれる人々が住んでいて、肥沃で広大な土地を持っている、とな。なかなか特徴的な見た目をしているわね。そして大和武尊が東国遠征に出発する。その際、蝦夷を降伏させて日高見の国から帰還するということも書かれていたんだぜ。日高見は日の上、という意味がある。大原への言葉という神道の祭祀に用いられる祝詞では大和国のことを日の昇る国、と呼んでいたんだ。そして神武統制の後、王権が大和に移ったことによって、日高見の国が大和の国よりも東の地方を指すごとなったものだとしているぜ。ほうほう、日高っていうのは日の出って意味なのね。じゃあつまり日高見の国っていうのは日の出を拝む地って感じなのか。そういう感じだな。そこまで詳しく書かれているなら、日高見の国の場所とかもわかるんじゃないの？
いや、実は北上の国の場所については詳しいことは書かれていないんだ。そうなの？じゃあなんでこれで東北地方に存在したってわかっているわけ？ああ、それは蝦夷と呼ばれる人がいるからだぜ。蝦夷って、あの北海道を意味する蝦夷と関係あるのかな？いや、ここでの蝦夷は意味が違うな。ここでは都から東の方に住んでいて、中央とは文化や生活様式が違う人を意味する。そうなんだ。じゃあつまり日本書紀によると東の方に異なる文化が形成された国があったってこと？そういうことだ。あとはこの後、実際に景行天皇からの命令を受けて大和武尊命が東国遠征を始めるって言っただろ？そのことから大和政権が北上の国の支配に乗り出したこともわかるだろう。ああ、なるほどね。そしてさらに武尊がこの遠征から帰るとき、陸奥国から常陸の国へ入る際に、北上の国から帰りて、とも書かれているんだぜ。それがどうかしたの？つまり北上の国は1世紀頃からすでに存在していたということなんだ。そして常陸の国ということから、現在の茨城県や福島県近辺にあったと推察できるんだぜ。そっか、陸奥国は現在の福島県あたりよね。そして常陸の国は現在の茨城県だわ。そうそう。だがまあ残念なことに北上の国については資料がほとんど残ってない。そのため正確な場所や成立時期など、細かい部分は未だにわかっていないな。そっか、どんな国だったかも、もっと詳しく書いていないの？それは日本書紀ではなく、とある別の文献に書かれているんだ。え、それは何なのよ。それはホツマツタエというものなんだぜ。ホツマツタエ？初めて聞いたんだけど、一体何なの？ホツマツタエが何かについては後で詳しく話そう。とりあえずホツマツタエによると北上の国は国のとこたちが日本を作り始めた場所というんだ。そして世界の人を作り出した産屋を建てたというんだぜ。ちょっと待って、全然意味がわからないわ。日本書紀では国のとこたちは世界が生まれた時に存在した最初の神として登場している。そういう意味ではホツマツタエは日本書紀を補足している感じなのかな？そうとも言えるな。国のとこたちは北上の国を高見結びに譲り、北上の国が地上の高間ヶ原として栄えたとも言われている。あ、そういえば高間ヶ原っていうのも謎がいっぱいなんでしょ？高間ヶ原については日本書紀などに登場してはいるけど、場所とか詳しいことはわかっていないって言ってたわ。そうだな、こっちも謎めいている。そしてホツマツタエでは高見結びがイザナミの父となって、神話の時代は続くんだぜ。ほうほう、なかなか難しい話ね。だがここで一つかなり重要なことがあるんだ。このホツマツタエでの北上の国は神話の時代の話だよな。それに対して日本書紀で北上の国が出てくるのは大和武尊の命の時代1世紀前後の話なわけだ。あ、なるほど。日本書紀はあくまで歴史の時代の話ってことね。日本書紀とホツマツタエを合わせて北上の国を考えると、今では謎とされている日本の誕生地や高間ヶ原についても解明されるかも？そういうことなんだぜ。わぁ、謎解きみたいでなかなか面白いわ。それでこのホツマツタエって結局どういうものなの？おっと、少し話が長くなったな。ここまで聞いててわかった人もいるかもしれないが、ホツマツタエとは簡単に言えば北上の国の成り立ち、を書いたものだ。独自のホツマ文字という字で書かれていて江戸時代後期に滋賀県で発見されているな。ホツマ文字なんてあるの？初めて聞いたわ。実は北上の国の公用語って、ホツマ文字もしくは押して文字というものなんだ。これは日本語のかなと同様の標音文字だぜ。しかもそれぞれの文字に水や風などの意味を持つ象形文字でもあるんだ。ふーん、なかなか変わった文字だね。それで、ホツマツタエには北上の国の成り立ちについて書いてあるってわけね。そうだ。内容はさっき言ったものだな。ここまで聞いて高間ヶ原を地上の世界に築けるほど強大な力や技術を持っていたことがわかると思う。確かにそうね。それにしても、北上の国についてはホツマツタエにも多くの記載があったわね。でもさ、そもそもこのホツマツタエってちゃんと信頼できるものなの？信憑性の有無もわからないし、情報を鵜呑みになんてできないわよ。ホツマツタエとは古史古伝に分類された文献なんだ。どういうこと？まあ簡単に言えば仮説とか偽りの情報が書かれていると考えられてきたんだぜ。そうなの？じゃあホツマツタエに信憑性なんてみじんもないんじゃ。そう思うのも無理はない。だってホツマツタエが信憑性低い文献だったら北上の国についての情報も信じにくいよな。うんうん、そう思っちゃうわよ。正直このホツマツタエを 100% 信じろとは言えない。だがな、実は日本書紀とかそういう古い歴史書も信憑性の高い内容ではないんだ。むしろ日本書紀がホツマツタエを元に書かれた説もあるんだぜ。そんなことあるの？じゃあホツマツタエの方が信憑性が高いかもしれないのね。日本書紀においては特に内容によっては、意図的に真実の存在を隠している場合もある。そんなことあるんだ。
じゃあなんで日本書紀とかは現在の形で作られてるのに、仏末体は古式伝って言われているわけ？それは、日本書紀などが作られた時代背景が関係しているんだ。歴史は真実と関係なく、買った者の目線で書かれることが多いんだぜ。ああ、確かに。歴史は勝者によって書かれるなんていうものね。そうだろ？実際、人類史の中では何度も戦争をなかったことにしようとしてきたわけだ。そのため何度も何度も歴史書の焚書が行われてきたんだぜ。ひどい話って思うけど、実際そんなもんなのかもしれないわね。特にこの時代は壬申の乱という古代最大の内乱の最中だったからな。多くの歴史書が失われたんだ。そうでしょうね。あ、だから壬申の乱の後に歴史書の編纂が行われたってことか。そういうことだぜ。当時の記録媒体って文献だけだろ？文献が失われることは記録すべてが消えてしまうんだ。確かにその通りだわ。歴史が消えてしまったと言っても過言ではないわね。壬申の乱については勝者によって都合よく書き換えられたってわけだ。じゃあ北上の国も日本書紀からなかったことにされた部分は多くあったでしょうね。でも仏末体には残ってる部分もあるってわけか。つまり仏末体こそが本来の姿かもしれないのね。そうだな。日本の歴史、特に新しい権力者には不都合な情報はなかったことにするからな。そういう意味では仏末体で重要なものとして書かれていても、日本書紀では存在が削られている北上の国は日本の起源にかなり重要だということがわかるぜ。あ、確かにそうね。じゃあなおさらどんなものだったのか真実を紐解きたいわ。ところで、仏末体を見ても北上の国がどこにあったかってわからないの？いや、仏末体や日本書紀によってある程度北上の国の場所の候補は出ている。え、そうなの。それ、ぜひ聞きたいわ。まず言われているのは日立の国だな。これはさっきも出てきたけど、現在の茨城県あたりね。でもどうして日立の国が考えられているの？これは最初に言ったように祝詞の大祓師の言葉が関係している。それは現在の奈良県にあたる大和の国を大和と北上の国、と呼んでいたんだ。お、北上の国という言葉が出てきたわね。そうだな。ここでの日高見はやはり日の出という意味だ。当時日が高く昇っている地域、すなわち行ける範囲の最東端地域と考えたんだな。それこそが日高見の国というわけか。奈良県から見た最東端地域が日立国ってわけ？そうだ。奈良から東へ進んでいくと陸続きで最東端になるのは日立の国あたりなんだ。というか大和武の御事の東国遠征の行動範囲的に、東に進んだ場合まず考えられるのが日立の国なんだぜ。大和武尊の御事は、東国平定戦の際に銚子沖から鹿島神宮と香取神宮の間を通過して内陸湖に入り、筑波山の麓にある港から上陸したという言い伝えもあるんだ。そうなんだ。じゃあやっぱりその場所を選んだのは、北上の国の本拠地だったからなのかもしれないわね。てか思ったんだけど、茨城県に日立市という地名があるじゃない？日立は日が立つ、と書くわよね。それって字的に何か関係あるのかな？これも日の出のことを指しているとか言われているが、正直真相はわからない。そうなのね。他には何か候補として上がっている地域はあるのかな？民族学や言語学で有名な金田一京介は北上の国が宮城県あたりにあったと主張している。宮城県？茨城県と全然場所が違うじゃない。宮城県と岩手県には北上川という一級河川が流れているのは知っているか？この北上、と北上の国の北上、が音が似ていると思わないか？そのことから川の名前が付けられたと主張しているんだぜ。まあ似てるっちゃ似てるわね。また高橋富雄という日本史学者は、北上とは日の本、のことだと解釈している。古代の東北地方にあった北上の国、つまり日本という国が大和の国に併合され日本という国号が奪われたものと主張しているんだ。ほうほう、日立の国も宮城県も仏末体や日本書紀の記述とも合っている気がするわね。これもありえそうだなって思ったわ。ちなみに日上の国は日本の東端ではなく、北端かもしれないという説もあるんだ。北端って、北海道？そうだ。北海道の歴史は謎めいていることが非常に多いんだ。北海道といえば、アイヌ文化が有名だよね。そうだな、アイヌ文化は12世紀頃成立したと言われている。だが危機が成立したのはアイヌから約500年以上も前なんだが。え、じゃあそれより前のことってわかっていないの？そうなんだぜ。いろいろ言われてはいるが、実質何もわかっていないんだ。まあでも正直、仏末体を見ても、記述の相違があることが多い。だから他の説ほど有力視はされていないな。まあ北上の国が北海道にあった可能性も捨てきれないってことね。結局どこなのか全然わからなくなってきたわよ。じゃあここで現在、最も有力視されている場所を紹介しよう。それは青森県だぜ。あ、青森県。これまた茨城県とも宮城県とも全然違う場所ね。どうして青森県が候補として上がったの？
っかけは1992年に青森県青森市で始まった発掘調査だな。そこでは建築物の跡や盛り土など、大規模な集落の遺跡が見つかったんだ。ほう、それはなんか手がかりになりそう。その中でも古いものは今から約6000年前の縄文時代のものもあったんだぜ。それが特別史跡三内丸山遺跡だな。霊夢も名前くらいは知ってるだろ？知ってるも何も、めちゃくちゃ有名な場所じゃない。この遺跡で特に驚かされるのは大型掘立て柱建物跡だ。直径深さ2メートルの柱穴が並ぶこの建物跡を復元したんだぜ。おお、どのくらいの高さになったのかしら。建物の高さはなんと20メートルほどになったそうだ。縄文時代の木造建築物でこの規模はヤバいんだぜ。でっかー。その他にも長さ32メートル、幅10メートルの大型縦穴建物跡も見つかっている。この集落がいかに高度な文明を持っていたかがわかるよな。うんうん。青森の地にはそういう文明とか文化が残ってたり、そういった記録はないの？残念ながらそれはない。え、なんで？それはさっき言ったことと同じだ。何か新しい権力者が歴史から消したんだろう。ああ、そういうこと。未だに場所が確立されたわけではないが、まあ候補としてはこんな感じだな。そしてこの日高の国、実は古代文明と何らかの関係があると言われているんだ。古代文明との関係？ああ、その話をする上で便宜上、日高の国が青森県にある想定で話を進めさせてもらうぜ。わかったわ。日高の国の正体についてはいくつかの可能性が考えられている。まず日本には大和政権以外にも強大な国家が存在していたことがわかったわよね。実はこの事実って、中国の資料からも確認できるんだ。中国？あのお隣の？そうだ。10世紀頃完成したとされる旧唐書の和国伝があるが、それにはこのように書かれている。和国とは和の名の国だとし、それは領土の周りを50ほどの島に囲まれていた。そもそも和の名の国って何なの？和の名の国とはかつて漢が金印を送った国のことだ。中国でもその存在は1世紀頃から知られていたんだぜ。また日本国伝というものがあるんだが、それによってわかることがあるんだ。一体何がわかったのかしら？どうやら日本国は和国とは別の国だということ。そしてこの国は、日が昇る様子から日本と名乗っていることがわかっているんだ。え、じゃあやっぱり和国イコール日本ではないってこと？そう、文化レベルが高くなって和国が別称だと気づいたんだな。日本は小国ながら大国の和国を吸収し、やがて日本と名乗ったというわけだ。なるほど。これらはすべて仏末体とか日本書紀にも書いているのかしら？もしそうなら日本国も遠い日高の国の存在を他国からも認識できるほどには力があったのね。古唐書の後で改めて編纂された新唐書というものがある。そこでは和国が日本国を吸収したとしているんだぜ。だがまあいずれにしても当時の中国の人々は、日本には国が二つあることを知っていたことになるな。この時代にその事実に気づいていたっていうのがすごいわ。本当にすごい話だよな。少し話を変えよう。実は日高の国について青森以北に高度な古代文明が存在したかもしれないとも言われているんだ。さっき日高の国の最有力候補って言ってた青森県ね。でも確かに考えてみると青森県ってたくさんの遺跡があるわよね。ああ、それもどんな理由で誰が作ったのかわからないやつだな。実はその遺跡たちについて謎が意図的に隠されたことでできたんじゃないかと考えられてきたんだ。どういうこと？例えば鯵ヶ沢町という町がある。そこの沖200メートルには、数キロにも及ぶ謎の海底遺跡が見つかっているんだ。もしそれが本当なら、かなり大規模な海底遺跡ね。ああ、実はこれ諸説あるものの、竜宮城の正体とも言われているんだ。そしてこの存在はすでに明らかになっているのに、調査や研究の進捗が聞こえてこないんだぜ。それは全くもって謎ね。また十和田湖東岸から 20km のところに大石神ピラミッドがあると言われているんだ。しかもこのピラミッドは日本最古とも言われているんだぜ。え、ピラミッド？そんなの本当にあるなら、めちゃくちゃ話題になってもおかしくないわよね。全然知られていないってことは、やっぱり何か隠されていることがあるのかしら。そうなんだよな。そして青森県で忘れてはならないのは、遮光器土偶の存在だ。これは亀ヶ丘遺跡というところから発掘されているんだぜ。遮光器土偶って一体何なの？遮光器土偶は縄文時代に作られた土偶の一タイプだ。一般に土偶、といえばこの方のものが連想されるほど有名な方だな。あ、なるほど。じゃあよくみんなが想像する土偶をイメージすればいいのね。そうだな。この遮光器土偶は重要文化財にも指定されているんだ。だがどうしてこいつらが発見されたのかはわかっていない。それもおかしな話よね。重要文化財にまで指定されているのに、どうしてわからないことが多いのかしら。遮光器土偶には特徴的な装飾がある。なんだかゴーグルみたいね。まあそうだな。この装飾、実はエスキモーの遮光器と共通点を持っているとも言われているんだ。エスキモー？
エスキモーは人種的にはモンゴロイドという人種の要素が含まれている。北海道では北方から南下してきた人々が定住したこともわかっているぜ。ほうほう。じゃあ青森に存在した文明は南下して北海道に定住した人たちと関係がある。そう。真相はわからないが、そいつらと文明の交流があったと言われているんだ。なるほどね。もしかしてその文明こそが北上の国だったかもしれないってこと？十分にその説は考えられるよな。また北上の国の正体として考えられるもう一つの可能性が邪馬台国だ。北上の国は邪馬台国とイコールなんて話もあるんだぜ。邪馬台国って魏志倭人伝で知られるあの邪馬台国よね？そうそう。実は邪馬台国って古事記や日本書紀には何も記されていないんだ。そうなの？それは北上の国と同じ感じね。もしかして新しい歴史から消されてしまったのかも。そう思ってしまうのも無理はないだろ。でも、邪馬台国はどうして消されたんだろう？それは簡単な話で、卑弥呼という存在を認めたくなかったからだ。そもそも日本書紀が編纂された目的って、当時の権力者の正当性を証明することだったんだ。そんな中もし卑弥呼の存在を認めたらどうなると思う？新しい権力者が邪馬台国を侵略して日本を統治したことを認めることになるわね。そうだよな。だから邪馬台国は消されたんだ。なるほど。その邪馬台国という名前を隠すために北上の国として日本書紀に登場させたという説があるんだぜ。北上の国と邪馬台国、一緒に考えてみるとなかなか気づかないことにも気づけるわね。他にも北上の国のように消されてしまったものがあるのかもしれないって思ったわ。そうだな。もちろん今回話した北上の国もまだわからない部分はたくさんある。その研究も今後進んで新しいことがわかるといいよな。そうね、今後何がわかっていくのか楽しみだわ。ということで今回は日本史から抹消された謎の文明北上の国について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？やっぱり最初から最後まで謎めいていたわ。大和政権が栄える前は日本の中心が西日本ではなく東日本だったのかもしれないって思ったよ。そういうのがわかるって、やっぱり歴史は面白いわね。そう言ってもらえて嬉しいぜ。今後も研究は続いていくだろうから、どんなことがわかるのか楽しみにしたいよな。北上の国の存在が明らかになる日が来るのを楽しみに待っているわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近 YouTube で、外国人観光客の動画を見るのにハマっているのよ。ほう、具体的にどんな動画なんだ？日本人が外国人におすすめのスポットを教えて、その反応を見るって感じね。やっぱり外国人が日本の料理とかに興奮している姿を見るのって嬉しく感じるのよ。最近になってようやく日本人は日本という国や文化を誇るようになってきたよな。まあ外国人に頼って間接的に自信を得るところが、かなりの重傷って感じがするけど。それってどういう意味かしら？日本人は自分たちのことを積極的に知ろうとしていないってことだ。そこで今回は、日本人の起源の謎について解説していくぜ。ということは、日本人の起源にはとんでもない秘密が隠されているってことね。それでは今日もゆっくりしていってね。まず日本人は愛国心に関して、意識が低い傾向にある。それどころか、愛国心というものに危機感すら感じているようにも思える。確かにそうかも。多分、愛国心が戦争と強く結びついているのが原因じゃないかしら？確かにそういった側面もあるだろうな。だがそれにしても日本人の自尊心の低さは異常だ。まるでそう日本国民が思うように誘導されているみたいじゃないか？それって、日本人が自分たちとその国のことを誇りに思ってほしくない誰かがいるってことかしら？実はその通りなんだぜ。一体誰がそんなことを仕組んだのか気になるところだけど、まずその目的って何なの？やっぱり外国が日本の精神的弱体化を狙っているとか？当たらずとも遠からずだ。最も優先的な目的は、自分たちが誰なのかを日本人が探らないようにすることなんだ。ふむふむ。つまり、日本人が自分たちを誇りに思うことが増えてしまうと、その原因となるような日本人の起源を探ろうとする可能性があるってことかしら。逆に自分たちを愚かだと思い込んでいたら、その原因を探りたくなんかないだろう？随分といやらしい洗脳、あるいは思考誘導ね。でもそれが事実なら、そこまで隠し通したい日本人の起源が知りたくなるわ。では紹介していこう。そもそも日本という国は、周囲を完全に海に囲まれた島国という大きな特徴がある。すると余計に気になるのが、日本人は一体どこから来たのかということだ。確かに他の大陸に比べると移動も大変になるわけだし、日本人の祖先がもし別の場所から来たんだとしたら、特別な事情がありそうよね。そこで今回取り上げたいのが、日本人の起源をシュメールに見出した説だ。
おお、オカルトやミステリー界隈ではおなじみの、あのシュメールね。うむ、ではシュメールについて改めて簡単に紹介しておこう。シュメール文明は世界最古の文明だと言われている。諸説あるが、その文明が起こったのは紀元前1万年よりもっと前だったという主張もある。そしてその文明には、現代では再現不可能な技術なんかも存在していたという話だ。いわゆる超古代文明ってやつよね。シュメールはもともと、とある地域を指した名称に過ぎなかった。具体的には古代メソポタミアの南部にある地域だな。ところがその地において、ギョベクリテペ遺跡など、その存在自体がオーパーツと考えられるものが発見された。結果として、はるか昔に文明が存在していただけではなさそうだということになったのね。そうしてシュメール文明は有名になったものの、未だ謎が多い文明と言えるわね。そんなシュメールに関する大きな謎の一つは、シュメール人が一体どこに消えたかなんだ。高い技術力を誇っていたであろうシュメール人たちがなぜいなくなってしまったのかも気になるけど、その点に関しては、北からの異民族の侵攻によって国を滅ぼされたという説が根強いな。ただ、今問題となるのはその原因の方ではない。たとえシュメールの国が本当に滅ぼされていたとしても、それだけではシュメール人が忽然と歴史から姿を消したことが説明されていないからだ。シュメール人が一人残らず滅んだのかもしれないけど、確実じゃないわよね。さすがに国が滅ぶほどの被害を受けたとしたら、多くのシュメール人たちが逃亡したりするでしょうし、そのような点も踏まえて、現在最も有力視されている見解は、シュメール人が海洋民族となり流浪の旅に出て、環太平洋地域や環大西洋地域へと移り住んだのではないかというものだ。行方がわからなくなった大きな理由は海を渡ったからってことね。そして重要なのはここからだ。一部のシュメール人たちが日本にたどり着いたのではないかということだぜ。なるほど、もしかしたら日本人はその逃げ延びたシュメール人の末裔かもってことね。うむ、ではその説の根拠を紹介していこうか。日本人のシュメール起源説は実は古くから提唱されていたんだ。少なくとも1600年代までは遡ることが可能だな。そんな前から？元禄時代、日本を訪れたオランダ人の学者エンゲルベルト・ケンペルが日本の歴史を研究し、古事記に記されている高間ヶ原がバビロニアにあったのではないかと主張したんだ。バビロニアはシュメール文明が栄えたとされる地に他ならない。海外から日本を訪れた研究者がまず気づいたってところが興味深いわね。まあそもそも当時日本にいるほとんどの人はシュメールの存在なんて知らなかったでしょうけど、それに、そこでヒントになったのが古事記というのもすごい話ね。実際古事記にはシュメール文明の痕跡と思われる記録が数多くあったとされているんだぜ。例えばイザナギの御事の服装が、シュメール君主の服装とかなり共通点が多いとかな。イザナギの御事なんて大物がピンポイントでシュメールと関係しているのね。関連性は服装だけにはとどまらない。周知のようにイザナギの御事は、天から降り立ち日本を作った神様だと言われている。一方、シュメールには御事、という言葉があり、その意味は天降る開拓者、というものなんだぜ。おお、まさかそんな風に符合することになるとは。うむ、言い伝え通りならイザナギの御事はまさに天降る開拓者、そのものと言えるだろう。それに御事、という言葉だけでなく、天皇の別名である帝、も御事、と発音が似ているところも注目だな。御事から御事あるいは帝、ということね。言葉に関して言えば、もう一つある。同じく天皇を意味する言葉にスメラ御事、というものがある。ここで注目すべきなのは、シュメールが実はスメラ、とも呼ばれていたという事実だ。わお、それってまさに完全に一致ってやつじゃないの。また、神様を数えるとき、大体柱、というのが単位になるだろう。そうね、人、とか名、体、では数えないわね普通。この柱という数え方は古事記に由来している。そしてシュメールでは柱の形によって国王を象徴していたという話があるんだ。日本の神様とシュメールの国王がそうして結びつくわけね。このような天皇とシュメールの関わりを匂わせる痕跡は他にもあるぜ。へえ、もっと教えて。特に重要なものを挙げると、天皇と皇室の紋章として有名な十六夜表菊という菊花紋だ。これってパスポートなんかにも使われている菊の紋章よね。この菊花紋だが、シュメール王家の紋章である十六芒星に極めて似ているんだ。さらにバビロン遺跡には、王家の紋章として菊花紋が書かれているんだぜ。これもまた、ただの偶然の一致とは思えないレベルね。また、天皇家が受け継いできた三種の神器もシュメールと深く関係していると考えられる。三種の神器というと、雨の無落物剣、八田の鏡、八坂にの勾玉の三つよね。シュメール文明にも、武神のシンボルである剣、日形の鏡、月像の首飾りが存在しているんだ。さらには七つ首の大蛇を倒して剣を得たなど、雨の無落物剣のエピソードと似た逸話まで残っているな。
シュメールの品や逸話がそのまま日本に輸入されたとしか思えないレベルね。また、シュメールの痕跡と思われるものは古事記のような文献だけに見つかったわけではない。日本各地に手がかりが残されているんだぜ。ふむ、日本のいろんな遺物がシュメールの遺産かもしれないってことね。まず挙げられるのは、山口県彦島八幡宮にある泳ぐ岩だ。泳ぐ岩、なんて、いかにも不思議でオカルティックな響きね。うむ、この泳ぐ岩は、彦島の造船所と巌流島の間を移動しているという。なんでも、造船所の浸水式の日に移動してきて邪魔をしたなんて逸話もあるようだ。そして扱いに困ったのか、住民たちはこの泳ぐ岩を引き上げて八幡宮に安置したんだ。単なる自然現象とは思いづらいし、奇妙で怪しすぎる岩だし仕方ないわね。そして重要なのは、この泳ぐ岩にペトログリフが刻まれていることだ。簡単に説明すると、ペトログリフとは岩に刻まれた文字や意象のことだな。ほう、いかにも歴史的な意義がありそうね。このペトログリフなんだが、特にシュメールと深く関係するものだと言われているんだ。へえ、それはなんで？まずペトログリフは環太平洋地域や環太西洋地域に点在している。そしてそのペトログリフは、国が滅亡し海洋民族となったシュメール人たちが流れ着いた先で、神々の名を岩に刻み、信仰を捧げるために使ったのではないかと言われているんだ。なるほど、シュメール人の行方がここに繋がってくるわけね。当時のシュメール人は流浪していたから、痕跡も世界中に散らばっているということかしら。そう考えると泳ぐ岩の奇妙な逸話も、もし神の名が刻まれていたとしたらちょっと納得しちゃうわ。ペトログリフは他にも、宮島の三線や下関市の角島、青森県のフゴッペ洞窟、静岡県の水久保遺跡など、日本各地で発見されているんだ。しかもそれらには泳ぐ岩と同様に、不思議な逸話が付随しているのも少なくない。不思議現象の真相はともかく、シュメール人の信仰に関する貴重な遺産という可能性は高そうだわ。それにシュメールとペトログリフが深く関係しているのが事実だとしたら、ペトログリフが日本という小さな島国に集中して見つかっているのはかなり重要な情報よね。実際、世界中でもこのことが注目されているからな。また、ペトログリフは言語的な遺産と言えるわけだが、日本語にもシュメールの痕跡があるんだ。へえ、根本的な日本語にもシュメールとの結びつきがあるのね。日本語という言語は膠着語というタイプに分類されている。ごく簡単に説明すると膠着語とは、それぞれ独立した意味や機能を持つ単語が、文中で緩やかに結合することで文全体としての意味をなすような言語のことだ。つまり単語の順番とか語の変化とかが少ないって感じかしらね。そしてシュメール語も同じく膠着語に属している。加えて、漢字がなまじりという日本語の構造もシュメール語の構造に似ているとされる。他にも母音を強調するところなど、いくつも共通点があるようだぜ。日本語ってかなり特殊な言語って印象だけど、シュメール語とは似てる部分が多いのね。このように、歴史や文献、各地で発見されたペトログリフ、言語など、日本には様々な形でシュメールの痕跡が認められるんだぜ。そしてこれらの痕跡が根拠となって、シュメール人が海を渡り日本にたどり着いたという仮説が支持されているというわけだ。さて、ここまで日本とシュメールの深い関係性を示す証拠をいくつも紹介してきた。ところが、これだけ証拠が揃っているのに初耳なことばかりじゃなかったか？どれも初めて知ったわね。偶然の一致では済まないものばかりだったけど、全然有名になっていないもの。これだけ明白なのにほとんど知られていない裏には、何かしらの陰謀が疑われてもおかしくない。ふむ、気な臭くなってきたわね。すでに話したが、日本とシュメールのつながりの発見は、少なくとも元禄時代まで遡る。それから戦前まではこのテーマが盛んに研究されていた。だが第二次世界大戦が終わると、そのような状況が一変してしまったんだ。大戦をきっかけに変わったとなると、きっかけとなったのは GHQ だぜ。ああ、やっぱりね。結果、関連する研究者の書籍が禁書扱いになり、この研究も公には途絶えてしまったんだ。問題は、なぜ GHQ がそんな取り締まりを行ったのかよね。まず知っての通り GHQ こと連合国最高司令官総司令部は、戦後の日本を占領し管理するための最高司令部として設置されたものだ。そんな GHQ だが、戦後処理として行ったことには有名なのがいくつもある。日本国憲法の制定、財閥解体、農地改革、教育改革などだな。どれも日本史で習ったわ。だが本当に重要だったのは、3S 政策というものだったんだぜ。3S 政策って何よ、全然聞いたことないけど。知られていないのも当然だな。なぜならそれは、日本国民の欲望を利用した一種の愚民政策だったからだ。しかも2007年に公開されたアメリカの機密文書によると、その政策の協力者として読売新聞や日本テレビなどの名前が挙がっているんだ。
日本の大手マスコミも協力したって、なんかかなりヤバそうだわ。この愚民政策は、アメリカが日本国民を恐れていたから必要となったものだ。大戦において日本が大国アメリカをかなり苦しめたのは事実だしな。だからこそ日本という国をうまくコントロールしたかったんだ。まあ危険分子から牙を抜くのは当然といえば当然かもしれないわね。それでその愚民政策が効果があったということでいいのかしら？それは現在の日本を見たら、ある程度予想できるはずだぜ。特にわかりやすい例を挙げると今の日本では、たとえ自国が侵略されても手を出すべきではないという理想論が賛美されているくらいだからな。ああ、思い当たるところがあるわ。すっかり牙を抜かれちゃっているわけね。さらに、シュメール人が日本人の起源だという学説を GHQ が検閲したのも、この愚民政策と結びついていたと考えられる。日本とシュメールのつながりを知ると、日本人がある種の誇りや自信を取り戻してしまうから？その可能性が高いな。超古代文明とされるだけあって、シュメールはかなり高度な文明だったと言われている。当然知的水準も高かった。現在の時間の単位として利用されている六十進法を利用し、太陽系を把握していたという話だ。近代まで発見されていなかった海王星や冥王星も認識していたと言われているな。まさしく超古代文明って感じね。でも、そんな一見ありえないほど高度な文明をどうやって築くことができたのかしらね。その答えとして特に有力視されているのが、古代宇宙飛行施設だ。あ、それは聞いたことがあるわ。一気にスケールが大きくなったわね。古代宇宙飛行施設とは宇宙人によって超文明が地球に授けられたという主張だ。特にシュメール文明では、アヌンナキという神の集団によって地球の人類が創造されたと考えられていたんだ。アヌンナキって確か、神的な存在の宇宙人よね。アヌンナキは惑星ニビルから地球を訪れた宇宙人であると、粘土板に記述されているのが発見されているな。そしてこのような宇宙人の影響に関する記録があることから、古代に海王星や冥王星の存在を把握していたことも理解できる。もともとシュメールの文明が宇宙人由来のものなら、宇宙に関する知識も当然豊富ってことね。シュメール人は、宇宙人に由来する高度な文明によって栄えた。そして日本人はその末裔かもしれないということだぜ。だがその日本人は大戦でその優秀さを見せつけたばかりということもあり、これは隠すべき事実と思われた可能性が高い。あるいはこの日本人の起源が知られることで、日本人に対する諸外国の見る目が変わるかもしれないものね。さらにまだ話は終わらない。シュメール語でミグト、が、天降る開拓者、という意味だとすでに紹介したよな。そして天皇は、ニニギノミコトという神の子孫とされている。ミグト、とミコト、の響きが似ているのよね。ここから次のことが推測できる。日本に来たシュメール人は、アヌンナキが創造した人類だけでなく、アヌンナキの子孫も一部含まれていたかもしれないということだ。なるほど、それこそ天皇家はアヌンナキという神の子孫の可能性が高いってことね。戦後の対応では天皇の位置づけがかなり重要な問題だったわけだし。GHQ からしたら、こうした秘密をまた掘り起こされたらたまらないってところだな。それにしても、GHQ が隠蔽に奔走したってくらいだから、この秘密って実は意外と知られているの？まあ一般人にまで周知されているほどではもちろんないが、各国の上層部は知っていてもおかしくない。なぜならこの日本人の起源に関する手がかりは、古事記や日本の遺物以外にもあるからだ。そうなると、もはや世界中で日本人が最も知らない可能性すら浮上してきたわね。例えば、こうした日本人の秘密に関わる記録は司会文書にも残されているんだぜ。司会文書というと、ミステリーオカルト界隈でも超重要な資料ね。実は司会文書は、シュメールとの関係も深いとされているしな。特にその中の終末戦争に関する記述には、興味深いことが書かれているんだぜ。光と闇の最終戦争が起こった際に、聖書を知らない東の国からもう一人のメシアが現れた、とな。そしてそのメシアというのは、日本人のことではないかと考えられているんだ。ほう、確かにその可能性は十分ありそうだわ。しかも興味深いことに、この司会文書に関する研究もバチカンによって妨害されているようなんだ。ふむ、やっぱりキリスト教にとってこの記述はかなり危険ってことかしら。キリスト教においてメシアとは、イエスキリストのこと以外ありえない。だからもう一人のメシアが聖書を知らない東の国から現れたなんて不都合な事実は、到底認められないんだろうぜ。なるほどねー、司会文書の方はバチカンによって隠蔽というか封印されているわけね。すると、ここで一つ仮説が思い浮かぶわけだ。GHQ とバチカンが禁じようとしている知識は同じものか、あるいは同じ事実に由来するものではないか、とな。まあ、ここまで聞いた様々な情報を踏まえると、かなり密接に関係していそうよね。日本人の起源がシュメール人及びアヌンナキであるという説を軸にすれば、
あとは各国や各文化における解釈の違いとして捉えることができそうだもの。この日本人シュメール起源説からは、ヤバすぎる新事実が芋づる式に出てきそうということだな。故に、この日本人の起源に関する事実は、巨大な権力を持つ国や階級の地位を脅かすものと考えられているようなんだぜ。これこそが、日本人の起源に関する情報がほとんど知られていない理由ってことね。しかもそのために日本人を無知たらしているだけでは済まない。例えば、日本人は多様な分野で世界的な記録や功績を残してきたのは事実だ。にもかかわらず、日本の国際的な地位は決して高いとは言えないだろう？確かにそうかも。例えばスポーツなんかでも、日本人が優秀な成績を残すと、なぜか日本人が不利になるようなルール改正がすぐ行われるじゃない。外交上の対応を見てもそうだな。日本人はいつも諸外国のお偉いさんに頭を下げてばかりという印象が強いはずだ。なぜ現在、日本と日本人がこのような状況に置かれているのかというと、それこそ GHQ が実行した愚民政策を中心にして、戦後に諸外国からこうした立ち位置を押し付けられたからに他ならない。理不尽すぎるわ。でも逆に言えば、そこまでしたくなるほど日本人のポテンシャルや、歴史的事実としての日本人の起源が恐れられていたってことよね。古代宇宙飛行士説に基づき明かされた宇宙人アヌンナキからもたらされたシュメール文明。そしてシュメール人とそのアヌンナキが日本人の起源に深く関係しているという事実。この驚愕の事実が白日の元にさらされることを諸外国は恐れていたのだろう。さらに光と闇の最終戦争にも深く関わる秘密もそこに隠されている可能性が高いからな。それこそキリスト教の教えが色々とひっくり返るかもしれないものね。今回は、日本人シュメール起源説とその背景にある古代宇宙飛行士説、さらにこれらの説を公に従らない陰謀について紹介してきた。なんか当事者の日本人だけが蚊帳の外に置かれているのが現状になっているのよね。この秘密を踏まえて、日本人は改めて自分たちがどこから来たのか、一体何者なのかを、考え直すべきかもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえマリサ、推理小説ではよく民謡とか同様になぞらえて事件が起きるじゃない？ああ、そして誰もいなくなったが一番有名だな。どうしてかなって考えてみたんだけど、民謡の歌詞って妙に不気味なのよね。日本ではカゴメカゴメとか特に不気味だよな。まさにそれ。だってほら、カゴメカゴメってすごいホラーな解釈ができるのよね。ああ、あるな。だが、実はそうした怖い話的なもの以外にも興味深い解釈があるのを知っているか？え、何それ知らないわ。ということで今回は、カゴメカゴメに隠された秘密について解説していくぜ。一体どんな秘密が隠されているのか、気になるわね。それでは今日もゆっくりしていってね。周知の通り、カゴメカゴメの歌詞にはよく意味がわからない言葉が多い。夜明けの晩、とか後ろの正面、みたいに一見矛盾しているような言葉もあるし、鶴とか目が滑った、とかも、一体何を描写しているのかわからないのよね。何か昔話や神話の一場面を書いているのかもって思ったりしたけど、そもそも曲名にもなっているカゴメカゴメという言葉もよくわからないとは思わないか？そうね、もはやなんとなく響きのままに覚えちゃっているところがあるもの。このようにカゴメカゴメの歌詞は意味がわからず、そのためどこか不気味に感じる歌になっている。ただ実はこのカゴメカゴメの歌詞は別の言語に置き換えると意味が理解しやすくなるんだ。その言語というのはヘブライ語だ。へえ、どんな風に置き換えられるのかしら？じゃあ私がカゴメカゴメの日本語の歌詞を言うから、マリサがヘブライ語で置き換えてみてよ。うむ、ではヘブライ語に置き換えた上で、さらにその意味も付け加えていこうか。カゴメカゴメ。カゴミーカゴミー。誰を守るのか、何が守られているのか。カゴの中の鳥は、カゴの中の鳥居は、守られて封印され、安置されたものを取り出せ。いついつでやる夜明けの、ヒッチヒッチで言うやーかー。火をつけろ、燃やせ、神の社を根絶せよ。晩に鶴とか目が滑った。バニキ通カメアショウエベ。お守りの岩を作り、そこから水が湧き出る。後ろの正面だあれ。フシュラッショウメムダラー。水を引き、荒れ地を支配せよ。と、こんな感じだな。もはや完全に空耳アワーじゃないの。しかもヘブライ語版の訳を聞くとなかなか物騒な歌詞になっているわね。でも日本語に比べると意味が理解しやすいだろう？ちょっと抽象的で何かを暗示している感じだけど、確かにね。でもなんで日本の民謡であるカゴメカゴメがヘブライ語に言う意味に置き換えることができるわけ？うむ、この歌詞の意味を考察する前にまず、そのあたりの事情から解説しておこうか。そもそもヘブライ語とは、旧約聖書の時代においてユダヤ人の間で利用されていた言語だ。そして旧約聖書の9割以上がヘブライ語で書かれていることからも示唆されているように、ヘブライ語は主に神への祈りの際に用いられていた。
それ以外の日常会話などではユダヤの人々は、それぞれ自分たちが暮らす土地の言葉を使っていた。ユダヤ人は信仰によって結ばれているけど、世界各地に散らばって生活しているって話だもんね。その点に関連して言えば、まさにヘブライ語は同じユダヤの人々を結びつける言葉でもあったというわけだ。なるほど、信仰と言葉という共通点があるということね。それで、ヘブライ語とユダヤ人についての概要は分かったけど、それと日本の関係は？実は日本と古代イスラエルの間で、言葉や風習に関して奇妙な共通点があることがよく知られている。その点については元イスラエル駐日大使の後編史など、多くの識者から指摘されてきたんだ。ふむふむ、そうやって一部では日本とイスラエルの関連性が研究されてきたのね。そしてこの二つの国の深い結びつきに関して特に注目されている土地が日本にあるんだ。それは四国、徳島県にある剣山に他ならない。続いてその剣山と、そこに隠された秘宝について紹介しよう。カゴメカゴメの歌詞をヘブライ語に置き換えてみた結果、次に気になるのは、その歌詞が具体的に何を指しているのかだ。何が守られているのか、とか封印され安置されたもの、という言葉があることからも、この歌詞は何か隠されたものに関するヒントになっていると推測できるからな。そしてそのヒントが徳島県の剣山にあるってことかしら？うむ、もはやヒントというより、まさにその場所と言える。では解説しよう。剣山は徳島県の美馬市、三好市、長町の間にある山で、修験道の山として有名で、古くから山岳信仰の対象としても知られてきた。神秘的な山として日本では知られていたわけね。そして興味深いのは、剣山はかつて鶴亀山、という表記で剣山、と読まれていたとのことだ。あら、早速カゴメカゴメとの関連が匂わされているわね。すでに解説したように、鶴と亀、という日本語は、ヘブライ語の鶴、と亀屋、に置き換えることができる。そしてその意味するところは、お守りの岩、だ。ということは、まさしく剣山がお守りの岩の山ってことになりそうね。うむ、すると次に問題となるのは、そこに何が守られているのかということだ。実は剣山には古代イスラエルの秘宝が運ばれ、隠されていたと言われているんだ。それが事実なら、イスラエルと日本の結びつきは決定的なものと言えるわね。その古代イスラエルの秘宝は、契約の箱、というものに収められている。それはモーセが神からシナイ山で授けられた十戒が刻まれた石板に、神から授けられたアロンの杖、そしてイスラエルの民に神が与えた食べ物が入ったマナの壺、これら三つの秘宝だ。かなり豪華な布陣になっているわね。もちろんこの契約の箱自体も聖なるものであり、超常的な能力が備わっていると言われている。神とイスラエルの民とを結びつける古代における通信機器のようなもので、イスラエルの民へと神からのメッセージが送られてくるときに、この契約の箱の上には雲が現れたという話だ。さらには武器や核融合装置としても利用できる代物だったという伝説もある。なんなら契約の箱が一番物騒なお宝じゃないの。でもその計4つもの秘宝が、なぜか日本に運ばれた経緯は一番気になるところよね。まずこの契約の箱は、ダビデ王の手でエルサレムの神殿に運ばれたとされている。その後、ダビデ王の息子ソロモン王の時代になると、第一神殿の司聖所に保管されていたという。ふむ、その頃はまだしっかり所在がはっきりしている感じね。だがソロモン王の死から約300年後、紀元前587年に神殿が破壊されてしまった。ということは、その時何者かの手で日本へと持ち込まれたわけね。うむ、実は国が滅亡することを予見していた預言者イザヤによって契約の箱が持ち出されていたんだ。そしてそれから約1年半もの旅を経て、最終的に日本の四国東海岸にたどり着き、剣山の頂上近辺にある洞窟の中に隠されることになったという話だぜ。なるほど、そうして剣山に隠された古代イスラエルの秘宝契約の箱こそが、守られて封印され、安置されたもの、ということになるのかしら？その可能性が極めて高いな。しかもこの事実は剣山だけでなく、四国を取り巻く歴史的な事情からも推測できるんだぜ。え、どういうこと？剣山がある四国だが、特に四国88箇所の霊場が有名だろう。現代では主にお遍路さん、で馴染み深いでしょうね。空海の巡礼をたどるのよね、確か。うむ、まさにその弘法大師空海によって、815年に改装されたのがその霊場なんだが、実はその霊場は剣山とそこに隠された契約の箱を守るための結界だと言われているんだぜ。ええ、まさかそんな意図があったの？四国に結界を張った理由については、次のような言葉が残されているようだ。その島には国の中心となる中央組織があり、日本の本当の歴史を示す重要なものが収められていたため、他の国に侵略されて、奪われたり荒らされたりしないよう、国の命で歴史書などを改ざんし、
その島に結界を張り、誰の目にも触れないように四国とした、とのことだぜ。四国が四国っていうのも驚きだけど、それ以上に重要なことがいくつも語られているわね。まず四国にあるとされている日本の本当の歴史を示す重要なもの、というのが、契約の箱の可能性が高い。まあ、他に該当しそうなものは見つかっていないでしょうしね。ここでやはり注目なのは、唐の空海だろうな。現在の香川県である讃岐の国に生まれ、唐に留学して密教の極意というものを習熟したのが空海だ。このように異文化と交流しその理解を深めたという彼の経歴を踏まえると、どこかで契約の箱の存在とその重要性を知っていた可能性は十分あるだろうな。いずれにせよ、四国及び剣山周辺は、日本の歴史を塗り替えるかもしれないような、大きな秘密が隠されていると考えられているわけだぜ。それこそ第二次世界大戦後には、剣山が GHQ によって調査されたという話もあるからな。そして現在では剣山一帯は国定公園に指定されており、発掘調査が禁じられている。ふむ、そこまでされているとなると、よほど公にしたくない何かがあるって言っているようなものよね。また、契約の箱及びそこに収められた秘宝たちはすでに剣山から運ばれているという説もあるからな。じゃあ今はどこにあるのかしら？実はその契約の箱に収められた3つの秘宝こそが、日本の皇族が受け継いできた、三種の神器の正体だとも言われているんだ。まさしく日本の歴史をひっくり返しそうな驚愕の事実じゃないの。まあこの点についての解説はまた別の機会にしよう。それよりも今回はカゴメカゴメに込められた秘密をもう少し深掘りしてみようか。カゴメカゴメのヘブライ語に置き換えた歌詞には、他にも気になる箇所が残されている。例えば火をつけろ、燃やせ、神の社を根絶せよ、といった部分には、どんな意図が込められているのか。かなり物騒な言い回しになっているもんね。こうした謎の歌詞もある以上、カゴメカゴメに込められた秘密は、契約の箱と思われる秘宝についてのヒントが記されているだけではないと考えられるんだ。特定の場所とともに、何らかの行動や出来事を示唆しているように思えるのよね。お守りの岩を作り、そこから水が湧き出る、水を引き、荒れ地を支配せよ、という部分については、ここまでの解説を踏まえれば、剣山の湧水を用いてその地を開拓して支配しろという指示として理解できる。その肝心の湧水だけど、本当に剣山にはあるの？うむ、実際剣山には剣山を引き水、と呼称される、水が湧き出る場所が存在している。その名称もなかなか意味深な気もするわね。でもこの湧き水と支配のところはそうやって理解できるけど、他の部分はどうなるのかしら？火をつけろ、燃やせ、神の社を根絶せよ、という部分がやはり問題だな。この意味だけで理解すると、神への何らかの反落の意図があるようにも読み取れてしまうしな。その後に水を引いて支配するって歌詞が続くし、なおさら神から支配を奪い取ると理解できちゃうわね。ただ実は、鶴と亀が滑った、後ろの正面であれ、という最後の歌詞のヘブライ語の訳に関しては、作られたお守りの岩のご利益もなく、焼かれた荒れ地は見捨てられた、という別の訳もあるようなんだ。は、そこまで違う解釈もありえるの？こちらの解釈に基づき、神宝が収蔵場所から取り除かれた直後に、その安置されていた箱や社の周辺一帯が焼かれたことをこの歌詞が表していると主張する研究者もいる。そうなると、肝心の契約の箱も燃やされてしまったことになるわね。もしこの解釈が正しく、契約の箱が燃やされたのが事実だとしたらユダヤも巻き込む一大事だな。またこの主張によると、宝の収納箱が焼かれた背景には神の社で長年の間、信仰に反する行いが蔓延して神の怒りを買ったのが原因だとも推測できるという話だ。神の怒りに触れて根絶された都市といった事例は、聖書にも多くの記録が残されているしな。つまりこの解釈に沿って改めてカゴメカゴメの歌詞をできる限りニュートラルに理解すると、契約の箱は剣山に安置されていたが、その地は火事で燃えてしまい、神から見捨てられた、ということを表していると考えられるな。この理解が正しいとすると、契約の箱及びその中身は他の場所に移された可能性は高いだろう。契約の箱がもし燃えていたとしても、その中身だけは無事運ばれた可能性もあるかもしれないわね。その結果、すでに少しだけ触れたように三種の神器の話につながるとか。うむ、契約の箱とその中身の行方は、日本とユダヤの歴史に関わる重要問題なのは間違いない。そしてカゴメカゴメは、契約の箱が剣山に一度は保管されたものの、その後火事に見舞われたため別の場所へ移されたという末路を示唆したものだったと理解できるわけだぜ。それにこれだけの秘密が隠れていたカゴメカゴメにヘブライ語が使われているってことは、もしかしたらユダヤ人だけには本当の意味が伝わるように作られたってことになりそうだわ。そして、ヘブライ語が日本に与えた影響は想像以上に大きいと考えられるんだぜ。なぜなら、カゴメカゴメ以外にもヘブライ語が使われていると思われる歌は存在するからだ。
そこまで如実に、日本にはユダヤとのつながりが残されているのね。例えば一例と挙げられるのは、北海道の民謡として有名なソーラン節に含まれている林言葉だ。ヤーレンソーラン、とかちょいやさえいにゃんさーのどっこいしょ、とかだな。ああ、確かにあの言葉って意味はわからないわね。ただ響きだけは有名で、ひょっとしたらどこかの方言とかだと思っていたけど、まさかこれもヘブライ語に由来している可能性があると。うむ、ヤーレン、はヘブライ語で神に喜び歌う、という意味がある。ちょいやさえいにゃんさーのどっこいしょ、は、全身、まっすぐに私と神は進む、という意味になるんだぜ。わお、確かにその意味にふさわしいような力強さもあるし納得できちゃうわ。また、青森県南部から岩手県北部や秋田県鹿角市にかけての地域では、なにゃどやらという盆踊りの歌が伝承されている。この歌もやはり日本語では意味が全然わからない歌詞が溢れているんだ。だがそれをヘブライ語に対応させてみると、汝の皆を褒めたたえん、俗を相当し、汝の皆を褒めたたえん、といった意味の歌詞になっているようなんだぜ。どれも神への祈りに関わっているのがわかるわね。しかもこの歌が伝わっている地域自体も興味深いんだ。この地域の中にある青森県新郷村ヘライは、かつてヘライ村と呼ばれていた。ヘライ、ってまさか。うむ、この村の名前はヘブライ、に由来していると言われているんだ。さらにこの新郷村はイスラエルとの結びつきを示すような痕跡が特に色濃いことでも知られている。例えばここでは子供を初めて外出させる時には額に墨で十字を書くという風習があり。また、ダビデの星と知られる六芒星を代々家紋とする家がある。さらにはキリストの墓ではないかとも言われているトライ塚、もある。これらはどれもユダヤの風習に酷似していたりその影響を伺わせるものばかりなんだ。いかにも、古代イスラエルから日本にたどり着いた者たちの末裔の村って感じがするわね。また他にも伊勢地方において、行事などで歌われる民謡にも、コラーコラーヤーハトコーセイヌオ、という歌詞があるんだが、これもヘブライ語に置き換えると、呼べ、呼べ、ヤーハヨ、ヤーハウェは憎しみを砕く、といった意味になるんだ。直球でヤハウェって名前が出てくるわけね。しかも伊勢って、日本神道の中核と言える地域じゃないの。いや、だからこそかもしれない。伊勢、という地名も、ヘブライ語で神の救い、を意味するイエシュア、に由来すると言われている。このイエシュア、という言葉はかなり重要で、イエス・キリストの名前もこれに由来しているようだぜ。つまり日本神道の中心地の地名と、聖書文化における救世主の名前の由来が一緒ということだな。もはやここまで来ると、影響を受けているだけでは済まないわよね。日本の文化や宗教にユダヤの思想が深く根付いているって感じかしら。まさにその通りで、日本へのユダヤの影響が根深いことを示している例がある。それは、君が代だぜ。ええ。まさか国家までヘブライ語で読解できちゃうわけ？実はそうなんだ。日本語の場合では、君つまり天皇の世が長く続きますように、という歌詞となり、日本という国の繁栄や平和を祈る歌として理解することができる。うんうん、まさに国家にふさわしい歌詞よね。ところがヘブライ語として読解するとこうなる。立ち上がり神を称えよ、神の先民シオンの民。喜べ残された民よ救われよ、神の予言は成就した、これを全地に知らしめよ、と、神を称える意味に取れるんだぜ。いかにも神への祈りに使われるヘブライ語にふさわしい歌詞って感じだわ。このように、日本の伝統的な歌には隠されたヘブライ語上の意味がある。そしてこの事実は、日本とイスラエルの深い関係性を示す痕跡に他ならない。でも、契約の箱の行方がわからなくなったようだけど、もう一つ気になることがあるのよね。それほどの重要なものを、一体誰が運んだのかってことよ。うむ、ではその点について解説しよう。旧約聖書によると、イスラエルにはかつて12の氏族がいたんだ。その者たちは紀元前1021年頃に古代イスラエル王国を建国したんだが、その後紀元前922年頃にその王国は南北に分裂してしまうんだ。確か、北イスラエル王国とユダ王国よね？うむ、だがこの分裂後も国の攻防は続いた。分裂から約200年後の紀元前721年に北イスラエル王国が滅亡した。その後、紀元前586年には南のユダ王国も滅亡してしまったんだ。結果、当初存在していた12氏族のうち10氏族がアジア各地へと離れ離れになってしまい、その行方がつかめなくなったんだぜ。となると、日本との関係で重要なのはその行方知らずとなった10氏族の方よね。契約の箱の行方がわからなくなったとされる年は紀元前587年とされており、つまりユダ王国が滅亡した年の前年ということにも注目だな。まさに滅亡することを予見して持ち出したって感じね。そして契約の箱の運搬に関しては、その箱のサイズが具体的に伝わっていることにも注目だ。契約の箱は長さが111センチ、幅が67センチ、高さが67センチあるとされている。あら、意外とちょうどいい大きさなのね。
そしてこの箱はアカシアの木から作られており、表面には金の装飾が施されていて、純金で作られた蓋が付けられているとのことだ。神との通信装置でもあるって話だし、それ相応の豪奢な装飾はされているでしょうね。そしてもう一つ肝心の収納品については、アロンの杖とマナの壺は、ソロモン王の時代には箱の中から取り除かれたとも伝えられているんだ。あら、もしそれが事実なら日本に渡ったものは何かということをめぐって大問題になりそうだわ。ただモーセの実戒が刻まれた2枚の石板は収められたままだったという話だ。そしてこの石板は、縦と横がそれぞれ48センチあり、厚さは24センチだったと言われている。箱のサイズもそこそこだったし、石板もそこまで巨大ってわけじゃないのね。そして国の滅亡を予見したイザヤによって契約の箱が事前に持ち出されたと説明したな。ただ、もし箱と石板だけだとしても、それはかなりの重量になっていたはずだ。なるほど、確かに重さに関して言えばそうかも。すると、イザヤ一人だけで運ぶのは困難であると考えられる。つまり協力者がいたのはほぼ間違いないだろう。その協力者というのが、消えた実子族のどれかという可能性が高いわけね。そう考えるしかないというのが正直なところだ。以上から、カゴメカゴメを代表としてヘブライ語で読解できる日本の歌の数々は、イザヤと共に契約の箱をイスラエルからはるばる日本まで運んできた人々の痕跡と言えるかもしれないな。ちなみにカゴメカゴメは、1751年から1772年頃の法暦昭和年間には、原型となる曲がすでに存在していたと言われている。でもイスラエルからイザヤたちが来た時代からは随分時間が経っているのよね。その点、実際のところこの曲がいつ誰によって作られたのか正確なことは全く判明していないしな。それが伝わっていたら、日本とイスラエルの関係性をたどる大事な手がかりになっていたでしょうに。ただ最も重要なのは、契約の箱が今でも日本のどこかに現存しているかもしれないということだぜ。三種の神器の正体だって話もあったし、改めて日本の歴史を見直すべきかもしれないわね。今回は日本の民謡カゴメカゴメに隠された秘密を解説してきた。日本語では意味が理解できない歌詞も、ヘブライ語だと理解できるとはね。そしてその結果明らかになったのは、古代日本と古代イスラエルの密接な関係性だった。古代イスラエルの秘宝がかつて日本に運ばれた上で密かに守られていて、しかもその事実が日本の歴史に陰ながら大きな影響を与えてきた可能性が高いのよね。さらに日本にはそのようなユダヤの痕跡が数多く見つかっている。遺物や神話だけでなく、民謡や童謡にもこれほどの秘密が隠されていたなんて衝撃よね。しかも日本語以外の言語を参考にするなんて、目から鱗が落ちる気持ちだったわよ。一見とんでも解釈とかただの空耳とか思える発想も、突き詰めて考えると案外真相に光を当てるものだ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、我々日本人はすごい存在で、神様の子であるなんて聞いたらどう思う？急にどうしたの？昨今の日本なんてそんなに持ち上げるようなこと、成し遂げてないと思うんだけど。経済だってずっと低迷してて、少子高齢化には歯止めがかからない。正直未来になんて希望が持ちづらい状況よ。急に日本下げがすごいな。気持ちはわからんでもないけど、そんな下を向きがちな現代日本人に、私は希望を持ってもらいたいんだぜ。それで日本人は特別だなんだって話を始めるの？まあまあ、とにかくまずは話を聞いてほしいんだ。というわけで今回は日本人の正体について解説していきたいと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。それじゃあ早速日本人が神の子である、なんてとんでも理論の説明を詳しく聞こうじゃない。なんでそんなに上から目線なんだぜ。まあいいや、まずはそもそもの大前提、人類の起源について話していきたいんだ。人類の起源？ああ、霊夢は人類最古の文明が、どこなのか知ってるかな？いいえ、知らないわ。それはメソポタミア文明と言われている。中学校か高校あたりの歴史の時間に習ったかも。ティグリス川、ユーフラテス川流域に栄え、エジプト郊外インダス文明と並び、世界四大文明に数えられる古代文明だな。いつ頃あった文明なの？紀元前3000年頃に都市文明が成立したと言われているぜ。現時点では世界最古と考えられている文明で、シュメール人セム系インドヨーロッパ語系など、いろんな民族が栄えては滅びを繰り返したんだ。シュメールってこの辺りの人たちだったのね。それから、話を次の話題に移していきたいんだが、人類発祥の地はどこだか知ってるかな？それはさすがに聞いたことがあるわ。確か人類はアフリカから始まったのよね。その通りだぜ。教科書などによれば人類誕生は、約500万年前のアフリカとされている。人類の歴史ってもうそんなにあるのね。でも、猿人原人旧人新人と進化してきて、現世人類と言われる新人類が生まれたのは、
わずか20万年ほど前だと言われているんだぜ。人類とされる種族が生まれてから私たちまで、400万年以上もかかっているの？500万年分の20万年とか、現世人類、ひよっこもいいとこじゃない。そんな現代を少し生きてるだけの私たちが調べて、本当に最古の人類の痕跡とか発見できるの？そこを疑い出すとドツボにはまる気がするけど、アフリカでは最古の人骨が発見されているし、人類最古の巨石遺跡も見つかっていたり、人類発祥の地であるという説を、裏付けるに足る証拠が多くあるんだぜ。そっか、それじゃあとりあえずのところは、人類発祥の地はアフリカで間違いなさそうかしら。ただ、もちろん霊夢の指摘はもっともで、これらの説はあくまで発見された化石や、考古学的証拠からそう言われているだけで、現代科学では解明されていない、何かクリティカルなものがある可能性は、捨ててはいけないと思うんだぜ。何かの見落としや革新的な発見から、一気に歴史がひっくり返ることもあるものね。さて、そんなわけで人類のルーツに関する説も、確定的なものが一つあるわけではなくて、もちろんいくつも提唱されている段階だ。どれが正しいのかに関しては、未だに正解があるわけじゃないんだぜ。例えばどんな説があるの？例えば、神が全てを創造したという創造論。猿から人へ進化した進化論。もっとオカルト的なところで言えば、地球外生命体が人類の進化に関与している。なんて説まで存在するんだぜ。最後のは眉唾だけど、他は割と耳馴染みがあるわね。そして、その中でも今回紹介したいのが、日本人が最初の人である、という説だ。初めて聞いたし、人類発祥の地はアフリカなんでしょ？それじゃあ日本人が最初なのはおかしいじゃない。何の根拠があってそういう話が出ているの？まず、そもそもの話なんだが日本人は、かなり特殊な進化を遂げている民族だと言われる。そうなのかしら？家中にいるとそんなに特殊な人たちだとは思わないけど、小さな島国なのにアジアで最も早く、近代国家にまでのし上がったんだぜ。それに、戦争に負けたのにもかかわらず、戦後復興を経て経済大国にもなった。まあ、今はそれも昔の話だけど、それは当時の人々が頑張ったからでしょ？他にも、日本は通貨や言語も独自のものを持ってるし、独立した日本独特の文化を築いている。そういった面でも他に悪いを見ない、独自の発展を遂げている国なんだ。確かに、そういう側面はあると思うわ。日本で生きていると他の民族とは違うんだなって感じることもあるはずだ。そういえば、近くにある国々ですら、他国の理論や感覚が理解できないことはあるわね。それもちゃんと理由があるんだぜ。文化的歴史的な背景だけじゃなくて？ああ、日本国に住んでいる民族は、他のアジア人と比べても、DNA の要素が大きく異なるということが、最新の研究で明らかになっているんだ。そうなの？同じアジア人なのに？そして、その違う遺伝子の存在も明らかになっていて、この遺伝子こそが今回の説を裏付けるのに、非常に重要な鍵となっているんだぜ。その遺伝子って何なの？その名もヤップ遺伝子、だ。ヤップ、遺伝子？すごく簡単に言うと、遺伝子の種類だな。世の中には人や人種の数と同じだけ、DNA もたくさん存在しているんだ。そして、あまたある遺伝子で人類を分類しよう、そうした時のグループ分けの一つに使われるのが、このヤップ遺伝子なんだぜ。なるほどね。世界中を調査した結果から、現時点では、大きく分けて20のグループに分かれている。そのグループのうち特に古いとされているもの、つまり、人類の誕生に最も近いとされているのが、D タイプの人々だと言われているんだぜ。それはやっぱりアフリカとかに多いの？ああ、その通りだぜ。それと日本人がどう関係あるのよ。まあまあ、せかすんじゃないぜ。この D タイプはアフリカに顕著に多いとされていたが、最新の研究から日本人の中にも、比較的人類誕生に近い D タイプの人が多い、ということが判明したんだ。日本人の中にも人類誕生の地の DNA と近い、DNA を持っている人が結構いるってこと？そういうことになるな。要するに、パッと見アジア人に近いように見えて、実は日本人だけがかなり違う遺伝子を、持っているということにもなるんだぜ。他のアジア系民族と違いを感じるのは、そういうところが理由ってことかしら。それに日本の中でも特にアイヌ民族や、沖縄の人々にヤップ遺伝子を持つ人が多い。アイヌ民族の実に 88% もの人が、ヤップ遺伝子を有していると言われているんだ。だとしたらヤップ遺伝子を持った祖先が、北の方から日本に入ってきたってこと？だとすると沖縄にも多いことの説明がつかないのかしら？いや、現時点では北方から日本に上陸し、それが日本の縄文人になったとされているんだぜ。その人たちの遺伝子が現在の私たちにまで伝わっていると考えられているんだ。ところでそのヤップ遺伝子を持ってると、具体的にどうなるのかしら？ヤップ遺伝子保持者はどんな特徴があるの？
まず、ヤップ遺伝子を持つ民族の特徴として、他人のために尽くす、という点がある。すごく日本人っぽいわね。日本の歴史上の逸話でも、主君のために、忠義を尽くして戦ったみたいな話が多いけど、それもヤップ遺伝子から来ているのかもしれないぜ。会社や上司に対しても義理がたくあるのも、そのせいなのかもしれないわね。自分を犠牲にしてまで守るべきものは、守ろうとする日本人の国民性って、この遺伝子が原因になっているということなのかしら。それから、大きなものとしては虫の声を心地よく感じる、というのもヤップ遺伝子を持つ人の特徴なんだぜ。虫の声なんて世界中の誰が聞いても、季節を感じて風流に思うものじゃないの？それが違うんだぜ。虫の鳴き声を声、として認識できるのは、世界中を見渡しても日本人と、ポリネシア人だけだと言われているんだ。何が関係しているの？脳の働きだな。脳の働きで虫の声を心地よいと感じるか否かが決まるの？その通りなんだぜ。人間の脳は右脳と左脳が分かれていて、それぞれ役割も違うということは知ってるかな？右脳が芸術的なことで左脳が論理的なことの、それぞれ処理を行うって聞いたことがあるわ。ざっくり合ってるぜ。一般的に右脳は音楽脳と呼ばれていて、音楽や機械音などの音を処理する領域だ。一方で左脳は言語脳と呼ばれていて、人の話す言葉や論理的思考なんかを司る。それだけ聞かされても、虫の声と何の関係があるのかさっぱりだわ。虫の声を右脳と左脳、どちらで処理するのか、西洋人と日本人では違うことが分かったんだ。そういうことね。西洋人は虫の鳴き声を聞いたとしても、機械音なんかと一緒に右脳で処理するんだぜ。でも、日本人は虫の声、と表現するように、左脳で声、として処理しているんだ。つまり、西洋人にとっては虫の声は他の雑音と同じで、特に意識に上るようなこともないんだけど、日本人は人の声と同じように聞いているから、雑音と聞き流さずに心地よく感じるんだぜ。夏場のセミとかはうるさいなって思うこともあるけど、秋の虫たちは良い鳴き声だなって思うわよね。それにセミだって夏に全く鳴いてなかったら、ちょっと寂しいというか物足りなく感じると思うわ。虫の声なんて全然雑音じゃないと思うんだけどね。他者に尽くし、自然を愛するそんな姿勢からも、日本人は神の子であると言われるんだぜ。そういうことだったのね。さて、ここで一番気になるのが、どうして東の端っこにある小さな島、日本にヤップ遺伝子が多く見られるのか？確かにそれは非常に気になってるわ。そもそもの話、日本人の起源って、どんな人たちだったと思う？よく聞くのは、狩りをしながら大陸から移動して、日本列島にやってきた古代人が、現在の日本人の祖先っていう話よね。でも、それじゃあアジア周辺では日本人だけが持ち、ヤップ遺伝子がピンポイントにしか存在しないものだ。という事実と食い違ってしまうよな。そっか、狩りをして移動しながら生活してたなら、その辿ってきたコース上にもヤップ遺伝子を、持っている人たちが存在してないとおかしいわ。え？それじゃあ、どういうこと？これと矛盾しない説はその遺伝子を持った民族が、集団で日本に渡来したからというものだぜ。その民族って、ユダヤ人氏族の末裔であるとされている。これを一般的に日ユドウソロン、と言うんだ。ユダヤの人たちなんて遥か遠くに住んでたでしょ？どうしてわざわざ日本まで移動してきたの？いろいろあったんだが、ざっくり言えば戦争に負けたんだ。今から約2700年前、ヘブライ人の国、イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされた。その時に、民族ごと囚われの身になってしまったんだぜ。そんな歴史があったのね。その後、アッシリアも滅亡するんだが、以降彼ら十氏族は世界史上から姿を消すんだ。このことから彼らをまとめて、イスラエルの失われた十氏族と呼ぶこともある。いなくなった後、十氏族はどこに？その行方は世界史上の大きな謎とされているんだが、その中の一部は日本に渡ったと言われているんだ。もちろんその説を裏付ける証拠だってある。証拠？ああ、まずは日本人もユダヤ人も、ヤップ遺伝子を持っているということ。それは確かに大きな証拠かも。それから神社や祭り、言語などに、不思議な一致が見られるということだ。例えば、日本最大のお祭り祇園祭り、と、古代イスラエルのシオン祭り、には、数多くの共通点があるとされているんだぜ。なんとなく名前も似てるものね。確かにそうだな。あくまでこれは一例だが、祇園祭りで使う出汁には、古代ヘブライで用いられていた織様と同じ、文様をつけたものが見られるんだぜ。ふむふむ。それに生後30日くらいの赤ちゃんを、神社に初詣させるお宮参りの習慣は、日本とユダヤにしか見られないものだったり、古代ユダヤの性質と日本の神輿が、よく似ているものだったりと、上げ始めたらキリがないほどに、文化習慣的な類似点が大量にあるんだ。うん、これはもう間違いないわね。日ユドウソロンは本当に違いないわ。ただここで、ユダヤの人々が日本に渡来した、ということに関して一つの仮説が浮かび上がる。
これはそもそも日本人が神の子であり、かなり特殊な存在だということを示すために始まった話なんだよな。そうだったわ。普通に日誘導素論の話とかヤップ遺伝子の話とか、興味深くて完全に忘れてたわね。もし仮に、日本が人類誕生の地であるとしたら？いやいや、それはないでしょ。だって、アフリカで最古のもろもろが発見されてるのよ。じゃあ、仮に聞くけど日本が人類誕生の地だったら、ユダヤ人が日本に渡来して日本人の祖になった、みたいな話はおかしいんじゃないの？ユダヤ人の前に、誕生時点からいた、先人たちがいないとおかしいじゃない。その流れじゃなくても成り立つんだぜ。どういうこと？まず、日本で人類が誕生する。この誕生した人類はユダヤ人と呼ばれる人たちで、日本からイスラエルに旅立ち文明を築くんだ。それが、世界最古の文明メソポタミアで、アッシリアとの戦いに負けてしまうと、それ以降は歴史の表舞台から姿を消すんでしょ。ああ、それじゃあその十種族はどこに行ったのか？全てを失った彼らは始まりの地であった、遥か遠いふるさと日本に帰ろうとするんじゃないか？この説ならイスラエルからわざわざとんでもなく遠い、日本を選んで渡来してきた理由が理解できるわね。その可能性もあるかもしれないわ。それから、この説に関して、日本神話の中にも、日本が人類誕生の地であるという、面白い根拠があったりするんだ。そもそも日本神話ってどういう話なの？確かにそこからよくわからないよな。日本神話っていうのは日本がどうやって作られたのか？それを書き記した神話のお話なんだぜ。その神話の元になっているのが、日本最古の書物と言われている古事記だ。それで、具体的にどうやって作ったの？土木工事？割と近いかもしれないな。え？日本は神様が天から降りてきてできた国なんだぜ。イザナミとイザナギが雨のぬぼこという矛で、海をかき混ぜ引き上げると、矛の先から滴り落ちた潮が積もり重なって、島、日本ができたという話なんだ。それを混ぜてちょっと待ったものがこちらです。的な3分クッキング感のある話だったの。まあ、確かに日本列島を作りましたっていう、話にしてはシンプルすぎるかもしれないな。そして、日本列島が誕生してアマテラス大神の孫、ニニギノミコトが高間ヶ原から地上に降ったんだ。この天孫降臨、から地上の統治が始まって、そのニニギノミコトの子孫が、初代天皇の神武天皇とされている。天皇様が神様の子孫ってそういうことだったのね。それから仙台九字本義には、神武天皇に関する興味深い記述もある。何かしら？頭には角が2本あり、背中には竜のような背びれがあり、尾の裏側には大きな鱗が72枚ある、と書かれている。神様っていうか、竜神様？実は15代天皇王神天皇までは、竜の姿だったという記述もあるんだぜ。これを天皇家竜神子孫説、と言うんだ。日本の天皇家の祖先は竜神様だったの。不思議で素敵だとは思うけど、にわかには信じがたい話だわ。さて、戦術した日誘導素論を元にするなら、日本とユダヤの神様は同じはずだ。そうね、そうなるはずだわ。つまり、日本神話だけでは足りない部分を、ユダヤの神様で補完して考えると、非常に興味深い説が浮上してくるんだぜ。何かしら？それが、この神様、というのが、地球外生命体、ではないのかという説だ。え？地球外生命体？話を聞いてくれていた霊夢にここで改めて質問だ。日本地上を統治するために降りてきた神様は、ニニギノミコトよね。その通りだぜ。そしてその子孫が初代天皇神武天皇だった。そこまでは聞いたわ。そして、ユダヤのお話、古代シュメールにも、同じように神話が存在するんだぜ。シュメール神話ってことね。その中にもやはりニニギノミコトのように、天から降りてくる神様が存在し、その神様と人間の子供が大いについているんだ。全く一緒じゃない。こういった話をつなぎ合わせていくと、人類誕生には神と呼ばれる存在、あるいは地球外生命体が関わっているのではと、推測できると思うんだぜ。そんなわけはないと思いたい気持ちと、それはそれで面白いって気持ちが、心の中で大喧嘩してるわ。それに、人類誕生に地球外生命体が関係している、という話はこれだけで終わるものじゃないんだぜ。他にも何かあるの？オカルト的な話にはなってしまうんだが、霊夢はロズウェル事件って知ってるか？もちろん、宇宙人や UFO 関連の話では、世界で一番有名な話じゃないかしら。知らない人のためにさっくり解説すると、1947年にアメリカはニューメキシコ州、ロズウェル近郊に一機の UFO が墜落した。それを米軍が回収したとして、大きな話題になった事件なんだぜ。最近もその非公開だった情報が、そろそろ公開されるとかされないとかで、頻繁に話題になる超有名事件なんだ。それで、それと何が関係あるの？実はロズウェル事件で回収された、宇宙人と見られる遺体の DNA には、
ヤップ遺伝子が含まれていたなんて話もある。つまり、私たち日本人は宇宙人の血が入ってるの？真実だとしたらそういうことになるのかもな。いや、でもさすがにもしそうだとしたら、外見的な特徴が宇宙人によるんじゃない？私たち日本人にはグレーっぽさの、かけらもないと思うんだけど。その時発見されていた宇宙人は、よく見るアーモンド目のグレータイプじゃないぜ。そうだったの？東洋人風の外見で、顔はモンゴロイド系の、見た目だったという話もあるんだ。あれ？ますます現実味が。そもそもロズウェル事件の詳細自体、公開されているわけじゃないから、真偽のほどは定かじゃないんだけどな。いわゆる信じるか信じないかはあなた次第ってレベルだ。そういえば、日本で宇宙人みたいな土偶、どこかで出土してなかった？宇宙人みたいな土偶、ああ、遮光器土偶のことだな。青森にある亀ヶ丘石器時代遺跡で出土した、遮光器をかけているみたいな土偶だぜ。もしもこれが神様こと宇宙人を、模して作ったものだとしたら、あくまでそういう説の一つでしかないけど、本当に宇宙人が人類誕生に関わっているし、しかも日本がかなり重要な場所である、ということになるのかもしれないな。取り急ぎ、ガチの宇宙人とコンタクトして、ヤップ遺伝子を持つのか調べたいわね。でも、これらの真実が明らかになったとしたら、それこそ人類誕生の歴史が、全部ひっくり返ってしまうことになるだろうぜ。人類誕生の地はアフリカでも、何でもなかったってことだものね。それから、旧約聖書には楽園追放として、アダムとイブがエデンの園を追われ、人類の祖先でもあるという話があるわけだけど、もしかするとエデンの園って地球外かもしれない。そうしたら、いろいろと話が繋がってこない？天から降りてきた存在がうんぬんとか。それに、聖書やその外天には地上の娘と、天使が交配したなんて話もあるし、この天使を地球外生命体とするなら、その交配で生まれた混合種は新たな人類かもしれないぜ。進化って、そういうこと。ここから聖書を元に解釈するならば、ヤップ遺伝子はアダムとイブの遺伝子で、地球に来訪した神の遺伝子であるという言い換えも、できるということになると思うんだよな。本当に全部繋がっていくじゃない。さて、いかがだったかな？あんまり覚悟しないで話を聞き始めたんだけど、今回とんでもない話を聞かされなかった？日本人の正体に関する話だぜ。それにしては規模が大きすぎる話なのよ。日本人が神様の子であり、その神様っていうのも、もしかすると地球外生命体の可能性があるとか、人類誕生の第一線で生まれ、ユダヤ人とそう同じくしているかもしれないとか、いろいろ根拠を挙げながら話すと、ちゃんと理解できる話のはずなんだけど、それだけまとめちゃうとすごい話だな。なんといっても、昨今の日本は閉塞感もあるし、経済的にも落ち込んではいるんだけど、こんなにすごい日本人なんだから、前を向いて誇りを持って生きてほしいってことなんだぜ。え？この話のオチってそこなの？これからの時代を生きていくのに、非常に大事なマインドだと思うぜ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。聖徳太子が最近の教科書では馬宿の王子って表記されているんだってね。いや、現在聖徳太子をめぐって生じているのは、ただ名前や呼び方の変化だけではない。実は聖徳太子の実在が疑われ、さらにその正体が隠蔽されている可能性すらあるんだぜ。日本紙幣のデザインになったほど、世間にも浸透している偉人なのに、聖徳太子ってなんか不思議な能力を持っていたって有名だったし、世界的なトップシークレットにでも抵触するヤバい存在だったってことかしら。そこで今回は聖徳太子の正体と、なぜその情報が隠蔽されているのかを解説するぜ。歴史の教科書には載っていない、聖徳太子の隠された秘密ってわけね。それでは今日もゆっくりしていってね。聖徳太子は飛鳥時代において、天皇に代わって国政の中核を担った存在だ。病名天皇の王子とされており、本名は馬谷という、やんごとなき身分だっただけじゃなく、何より政治家としての能力がズバ抜けていたのよね。聖徳太子は生まれながら豊富な知識を持っていたと伝わっているな。そしてその卓越した頭脳を生かし、数々の功績を残している。叔母である推古天皇の下で、蘇我の馬子と共に摂政を担い、中国に遣隋使を派遣し、その文化や技術を取り入れたことは有名だ。さらには冠位12回、17条の憲法の制定など、法制度の整備を通じて、天皇中心の中央集権体制を日本に確立したとされている。まさに日本の政治を何歩も進展させたって感じよね。さらにその手腕は宗教面文化面にも発揮され、仏教の日本への普及に一役買っている。法隆寺や四天王寺を建立し、三要義書という注釈書を書いたと言われているな。仏教にも造詣が深かったのね。こうした数々の功績は日本という国の改革に大きく寄与し、
後に中野上の王子や中富の鎌足らに継承され、いわゆる大化の改新へと結実することになったんだぜ。ふうむ、改めてこうして聖徳太子の功績を確認すると、マジでたった一人で日本国家を政治的文化的に大きく進歩させたように聞こえるわよね。さて、誰もがその名前と功績を知っている聖徳太子だが、実はその存在が研究者の間では疑われているというのも事実なんだぜ。まあここまで偉大な人物となると、歴史の中でたくさん脚色された可能性もあるもんね。そうなると最悪の場合、聖徳太子という人物の存在自体が嘘ってこともあり得るかも。うむ、このような疑いの目が向けられる最大の根拠となっているのは、ここまで紹介してきたような功績を聖徳太子が実際に行ったと示す資料が現存していないからなんだ。ええ、そうなの？というか、それならこれまではどうやっていろんな偉業を聖徳太子のものって判断していたわけ？主に日本書紀の記述を参考にすることによってだ。だがそれらの記述も、奈良時代の為政者たちによって捏造されたものではないかと疑われている。当時、中国の皇帝に被験しうるほどの権力を持つ天皇像を国民たちに示す意図があったのではないかとな。なるほど、当時は遣隋使とかで中国の文化や技術に触れる機会が増えていたから、なおさら日本の権威や権力を内外に誇示する必要があったのかもしれないわね。このような疑問も浮上する中、教科書において馬宿の王子と名称が訂正されたことが後押しとなり、より聖徳太子の存在、及びその偉業に関する真実と嘘に関する議論が巻き起こるようになったんだ。結果、真面目な歴史研究だけでなく、様々な都市伝説じみた噂も加熱してきているのが現状だな。私としては都市伝説の方に特に興味津々だわ。うむ、今回紹介したいのはそっち方面の話題だから安心しろ。聖徳太子は功績や偉業以外にも、人間離れした不思議な能力や逸話でも有名だ。故にその点をさらに深掘りすることで、聖徳太子の正体を突き止めていくことにしよう。まず、平安時代に書かれた聖徳太子伝訳という聖徳太子の伝記には、もはや人間離れしているとしか思えないような彼についての伝説が記されているんだ。そのうちの一部が、私たちの時代にも逸話として残っているんでしょうね。例えば馬宿の王子という名前に関して、彼は馬小屋で生まれたとされている。一見、あまりにも身分違いな生まれ方に聞こえるわよね。ところがこの馬屋という場所は昔、上流社会に属する場所とされていたんだ。一説によれば、馬を飼っているのは知識人であり、馬屋は教育の場でもあったからとのことだ。そこから馬屋で生まれたという言い伝えは、聖徳太子の特別な生まれを表現したものと考えられる。つまり、リアルに馬小屋で生まれたわけじゃなくて、あくまで比喩としての表現だったのね。実際、他の関連するエピソードもこの解釈を後押ししている。伝承によると飛鳥時代、陽明天皇の皇后である穴帆の橋人の姫巫女の夢の中にある日、金色に輝く久世観音が現れ、お腹をお借りしたいと告げ口の中に入ってきたとのことだ。そしてその夢の後、穴帆の橋人の姫巫女は聖徳太子を見ごもったとのことだぜ。わお、いかにも神話っぽいエピソードだわ。このエピソードで特に注目すべきなのは、キリストが誕生した時の伝説と極めて似ていることだな。ああ、諸女解体ってやつよね。だから日本では、キリストと聖徳太子を同一視するような都市伝説も存在するんだ。せめてキリスト教の影響を受けてこうした伝承が生まれたって言われた方が納得しやすいけど。まあいずれにせよ、聖徳太子の誕生にはいろんな曰くがあるのは確かみたいね。加えて、聖徳太子に関する伝説では、やはり彼が超常的な能力を持っていたことが有名だ。そういったところもキリストと共通していると言えるわね。例えば聖徳太子は2歳の時、東方向に向かって念仏を唱えたそうだ。すると、その際合掌をして合わせていた手から、ブッダの骨が落ちたと言われているんだ。まあ聖徳太子は仏教との関係性も強いから、そういう逸話があっても不思議じゃないかも。さらには、富士山に初めて登頂したのは聖徳太子だとも言い伝えられているな。まさか聖徳太子は登山家としても一流とか？いや、馬に乗った聖徳太子が奈良の都から富士山の頂上へ、天を駆け降り立ったそうだ。もう完全に神様的な何かじゃないの。この逸話は甲斐の黒駒伝説として伝わり、絵にも書かれて日本全国に残されているんだぜ。ふむ、どんな意図があったのか謎だけど、少なくともその伝説は日本全国に普及したってことね。そしてある種最も有名なエピソードなのが、聖徳太子が11歳の時、子供36人の話を同時に聞き取ったとか、一度20人からの請願内容を一切聞き漏らすことなく、それに的確に答えたというものだろうな。その逸話はかなり有名よね。まあ真偽については何とも言えないところだけど、こうしたエピソードに由来して、頭が良いという意味の豊臣耳という言葉が生まれたほどだ。でもここまで散々神話みたいなとんでも伝説ばかり聞いたせいか、
この頭がいいエピソードはそのまま事実だったように思えてしまうわ。多少の誇張はあるとしても真実という可能性はもちろんあるな。これがもし完全な捏造だとしたら、聖徳太子を政治的に有能な人物として強調するくらいしか目的が思い浮かばないしな。さらに聖徳太子の不思議な能力と伝わるものとして、彼が残した予言を紹介しよう。聖徳太子は未来期未然期という予言書も書いているんだ。へえ、まさか予言もできたとはね。しかもそこに書かれた予言は的中しているというから驚きだ。例えば、私が死んでから200年以内に一人の成功が山城の国に都を作り、その都はかつてないほどに栄え、幾度の戦乱を受けても滅びることなく千年の間は栄える。しかし都ができてから千年の時が経つと、国流が来るため都は東に移される。といった内容の予言が残されていたようだ。いくつか気になるワードがあるけど、この予言内容ってまさか。聖徳太子の死後200年以内に作られた都というのは平安京が当てはまる。そして平安京は千年にわたり栄えたが、黒船が来たことをきっかけに最終的に明治維新へと繋がった。その結果、東京への遷都が事実として起きているからな。マジで予言的中しているじゃないの。黒竜っていうのがちょっと気になったけど、黒船の比喩みたいなものだったってことかしら。さらに予言は続いているぜ。それから200年過ぎた頃、半田が来るためその東の都は親と7人の子供のように分かれるだろう。という内容がそれだ。東への遷都から200年後っていうと、いつ頃になる感じかしら？東京に遷都したのは1869年だから、この予言が言う200年後は2069年ということになるぜ。ということは未来のことなのね。あと気になるのはクハンダだわ。クハンダとは、インド神話に登場する魔人のことだな。仏教においては鬼神の一族とされていて、人間の体に馬の頭がついた姿をしているという。そのクハンダって言葉の意味と由来は分かったけど、具体的に何が起こるのかは分からないわね。一説では、クハンダが来るというのは仏法が衰えることを意味すると言われているな。より具体的に言うと、クハンダは人々の精神や肉体を汚す性質を持つとされているんだ。つまり人々の間から善が失われ、混沌に襲われた時代のことを表しているのではないかと推測されている。かなり抽象的な言い方だけど、確かにその意味なら予言が当たってもおかしくなさそうだわ。あるいは聖徳太子の時代の視点からすると、現在はすでにその混沌状況になっているのかも。そして東京が親と7人の子供のように分かれるという箇所に関しては、もしかしたら日本列島が何らかの原因によって分裂してしまうことを表していると推測されているな。ええ、政治的に分裂するとかならまだ受け止められるけど、物理的な意味で日本列島が割れるなんてことになったらやばいわね。それこそ日本沈没ってレベルで、もはやフィクションの世界だわ。ただでさえ震災が起きて日本全体が未だに不安に感じているのに。実際その原因予想としては、大地震や富士山の噴火、さらには隕石の落下などが挙げられているぜ。2069年が来るのがかなり怖いわね。それまでの聖徳太子の予言が的中しているから、なおさらだわ。さて、ここまでは聖徳太子の謎の能力に焦点を当ててきた。ただ、彼の功績とされる建造物にもまた多くの謎が秘められているんだぜ。特に聖徳太子によって建立されたという法隆寺について、実はその敷地内には不可思議な力が漂っていると言われているんだぜ。へえ、ただパワースポットとして有名ってわけじゃないみたいね。まず、法隆寺には自社像という奇妙な像があるんだ。その自社像は馬頭行、祖頭行、上頭行と複数の種類がある。ただ、どれも吊り上がった目と尖った口をした爬虫類のような頭がついた人間の姿をしているんだ。少なくとも人間をそのまま模したものではないのは確実ね。この自社像はまるでレプティリアンを表しているようにも思える。つまりシュメール文明の遺産である、天空から降り立ってきた神を模した像に酷似しているんだ。他にエジプトにも爬虫類の頭を持つ神を描いた遺物が残されていることは注目だな。なんでそんなに爬虫類の頭を持つ存在の姿が、世界中に残されているのかしら？一つの可能性は、実際に存在し過去に目撃された宇宙人の姿を残したというものだな。少なくとも、ただの空想の産物として片付けるのは早計だ。個人の想像力に原因を期すには、あまりにも世界中で似た遺物が見つかりすぎているからな。またはそうした遺物が共通しているという事実から、各文化のつながりを推測もできるってことよね。その通りだな。さて、法隆寺に関する二つ目の謎は、石の伝説だ。南大門前に巨大な鯛の形の石が、足元に埋め込まれているんだ。そして、昔大和川が氾濫し大和盆地に洪水が起こった時に、この鯛の石より先に水が上がることがなく、おかげで法隆寺が洪水被害を免れたという伝説がある。それに由来してか、この鯛石を踏むと水難に遭うことがないという噂までまことしやかに囁かれているんだ。
ふむ、鯛というモチーフには古代にどんな意味が込められているのか気になるところね。そして法隆寺三つ目の謎は、五重塔にある不思議な大釜だ。へえ、やっぱり五重塔にも秘密があるのね。うむ、五重塔の頂上には総輪と呼ばれる金属製の支柱があるんだが、その総輪には大きな釜が、外向きに刃が飛び出すような形で4つ備え付けられているんだ。落雷よけの部品という説もあるが、いまいち説得力がないというのが正直なところだぜ。もっと宗教的儀礼的な意味合いがありそうよね。他には聖徳太子の怨霊を封じるためだとか、釜は死神を表しているだとか、釜が上向きに見える年は豊作になることを示しているとか、様々な仮説が唱えられている。でも、正確なところは未だわかっていないのね。何せ、日本においてこのような釜が備え付けられているのは法隆寺だけだからな。その分手がかりがほぼないわけだが、だからこそ何らかの深い意味がありそうなんだぜ。やっぱり聖徳太子と釜のつながりを探るしかないのかしらね。続いて法隆寺四つ目の不思議は、福蔵にある宝物だ。法隆寺境内には蔵が三つあるんだが、それらは福蔵と呼ばれている。しめ縄で囲まれた場所の地下にあり、その中には珍玩具という宝物が埋められていると言われている。法隆寺に関する伝承では、建造物が倒壊した際には、その珍玩具を売り修理費に充てるよう伝わっているようだぜ。へえ、じゃあそれほどまでに貴重で高価なものが埋められているのかしら。しかし法隆寺の歴史において、今までこの蔵が開けられたことは一度もないんだ。法隆寺がこれまで無事だったからって理由だけではないわよね。実は東大寺や興福寺にも珍玩具はあるんだが、過去に掘り起こされたことがある。その中からは金銀や玉類、鏡や刀剣などが出土したとのことだ。だから法隆寺にもそれらと似た宝物が眠っていると考えられる。だがこれまで一度も開けられていないことから、もしかしたら歴史を塗り替えるような、とんでもない宝や秘密が眠っているのではないかとも推測されているんだぜ。それだけ隠されていたら、当然いろんな憶測が広がっちゃうわよね、そや。この他にも、法隆寺には不思議なものはたくさんある。例えばもう一点奇妙なところを挙げると、法隆寺敷地内には鳥の糞や蜘蛛の巣など、自然の中で当然見受けられるものが一切見当たらないんだ。こまめに清掃しているから、なんてオチじゃないわよね。一説では動物や昆虫、さらに自然までをも操れるほど、記憶尊い神聖な場所だからとも言われているな。以上の数々の不思議ゆえに、法隆寺には異界のような空気が漂っていると言われているんだぜ。つまり聖徳太子は異界とこの世界をつなげる術を知っていたとか、ますます狂人としての印象が強くなってきただろう。では次に、少し視点を変えて聖徳太子の周囲の人物から彼の秘密に迫ろう。聖徳太子の側近には旗の川勝という人物がいた。旗の川勝は高い鼻を持ち、西洋人風の顔立ちをしていたと言われている。その人物にはいろんな曰くがあるってこと？うむ、日湯道祖論や様々な都市伝説において旗氏は、失われた十氏族であり、日本にキリスト教を伝承した人物として有名なんだ。ほう、日本と古代ユダヤのつながりはよく聞くけど、まさに旗氏がその橋渡し役だったと？うむ、旗氏が日本に残した様々な遺産からもそうした推測が生まれている。そもそも旗氏というのは白木系の渡来人であり、旗の始皇帝の末裔と自称していた。そして伏見稲荷や松尾大社、広隆寺などの創建に関与しているんだ。特に稲荷神社は日本で最も多い神社だから、その影響力の大きさは計り知れない。稲荷神社といえば狐が思い浮かぶわね。うむ、実はそこにも隠された意味があると考えられている。まず、稲荷神社の祭神は浮かの御霊と言われているが、それは宇宙の根源とされる雨の御中主が権限した姿とされているんだ。へえ、そこまで壮大な存在と関連しているのね。そして稲荷神社の狐の由来は、開運や願望成就にご利益があることから、ご利益の神である抱きに天と結びつけられたという経緯があるんだ。抱きに天って聞いたことがないわね。抱きに天は仏教の神様であり、遥か昔には人間を食べる神だとも言われていたんだが、その一方で人間の願いを叶えてくれる福の神という面もあったとされる。ただ、稲荷神社と狐はもともと何の関係もなかったんだ。そこで、旗氏が日本全国に稲荷神社を作った謎が関わってくる。彼らがそうした理由は、イエス・キリストを祀るためだったと言われているんだ。え、どういうこと？キリストと狐が関係しているの？稲荷は元は陰利であり、つまりそれはイエス・キリストを表していたとされているんだ。ユダヤの王、ナザレのイエスを記す言葉の頭文字を取って、陰利と表記されていたとのことだぜ。ここから稲荷神社が祀っているのはイエス・キリストではないかとも主張されているんだ。つまり、いわば狐や福の神っていうのはカモフラージュで、稲荷神社が真に祀っているのはイエス・キリストで、さらには宇宙の根源すらも関わっていると？そう考えると確かに、日本最大の数を誇る神社にユダヤの影が垣間見えるわね。
しかも聖徳太子とキリストが同一人物かもしれないなんて話もここに繋がってきそうだわ。うむ、失われた十氏族とされる旗氏が残したものには、そのような示唆を含んだものが数多くあるんだ。ここまでの聖徳太子伝説の中には、神や宇宙などとの関連性が少なからず匂わされていた。確かに、少なくとも日本固有の思想という範疇には収まらない感じだったわ。そしてそのような特徴は、聖徳太子に限られたものではないことに注目すべきだ。歴史上に名を残す多くの偉人天才たちには、宇宙との関わりを示唆するような逸話が多くある。天才的なひらめきも、天や宇宙の何かにアクセスした結果もたらされたものとよく理解されているんだ。ふうむ、いわゆるアカシックレコードとかそういうものかしら。そして宇宙人の存在や彼らの文明との接触を大真面目に考えていた天才も数知れない。こうした例を踏まえ、超常的な能力を備え偉大な功績を残した聖徳太子も、そのような宇宙との関係を持った特殊な存在ではないかと主張されてきたんだぜ。様々な逸話を総合して考えると、聖徳太子は宇宙からの使者のような存在かもしれないってことね。キリストとの共通点、聖徳太子の側近が残したユダヤの手がかり、異界じみた法隆寺とそこに残されたレプテリアンに似た奇妙な像、人間離れした能力など、宇宙とのつながりを疑いたくなるのも当然ということだぜ。でもそうなるとやっぱり、聖徳太子の正体を詳しく知るためには、ここまで触れてきた、古代ユダヤの失われた十氏族やシュメールに伝わる宇宙の神アヌンナキとか、もっと深掘りしなきゃいけないトピックがたくさんあるわね。今回は聖徳太子の異常な能力や不思議な伝説を手がかりに、その正体をめぐる様々な説を考察紹介してきた。聖徳太子は宇宙にアクセス可能な神的な存在の可能性が高いってことだったわね。しかもキリストと同一人物かもしれないとか、側近がユダヤと密接な関係があるとか、ヤバすぎる秘密が盛りだくさんだったわ。実在が疑問視されたり、政府によって隠蔽されたりするのも仕方がないほどにな。あとは、聖徳太子が残した予言も気になるところだったわね。もしかしたら日本の未来を知るためには聖徳太子のことを知るのが最大の近道かもしれないな。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、霊夢、そんなに慌ててどうしたんだ？これ私に来たのよ。信州の手焼きせんべいと氷餅？長野の方にでも行ってきたのか？そうそう、ちょっと旅行にね。松本城に善光寺、諏訪大社も行ったし、諏訪湖で船にも乗ってきたのよ。そういうことなら今日は諏訪大社の話にしようか。個人的には超タイムリーなんだけど、諏訪大社の話って何なのかしら？諏訪大社にまつわる信仰には、いくつか興味深いところがあるんだ。というわけで今回は日本最古の神社諏訪大社、に伝わる謎の生命体の存在、について話していこうと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まず確認したいんだけど、諏訪大社って日本最古の神社なの？いくつか日本最古とされる神社はあるんだが、その中の一つとして数えられているんだ。最古の神社というレベルの時代になると、その成り立ちを証明する資料も存在しないから、断言ができない以上、日本最古のうちの一つ、という言い方にとどまってしまうわけなんだぜ。なるほど、確かにそうだわ。その中でも日本最古の有力候補は、奈良県の大神神社、なんだが、宗像大社や須佐神社、出雲大社など、いろんな神社が最古であると言われるんだ。そうだったのね。長野県の諏訪湖の南北を上社と下社が挟み、全部で4つの大社からなる諏訪大社だが、全国5600社以上の末社を持つ諏訪信仰の総本山だ。私、有名な場所だからって言ってみたけど、諏訪大社について何も知らないわ。そういう人のためにも、諏訪大社とは、というところから、解説していくから安心してほしいんだぜ。お願いするわ。諏訪大社は諏訪湖の周りに本宮、前宮、秋宮、春宮の4つの境内地を持つ神社なんだ。それぞれ公共交通機関でも移動できるから、時間さえ余裕があるのであれば、旅行者も安心して全部回れるというわけだな。あれ？そんなにあったの？私、どれか一つしか行ってないかもしれないわ。観光で行ったんだったら、一番賑わっているのは下社秋宮かな？もちろん、全部回るのもいいと思うけど、あくまで観光で立ち寄るのか、神様に会いに行くのか、ご利益で選ぶのか、どこに行っても問題ないんだぜ。そうだったのね。諏訪大社は最古の神社の一つに数えられ、927年にまとめられた神明帳には、水方富の神の社として記録されていて、すでに信仰されていたことがわかっているんだ。名前がまだ諏訪大社じゃないのね。諏訪大社の名前に変わったのは、1948年のことなんだぜ。ところで諏訪大社って、何の神様をお祭りしているの？
古くからある信仰では風と水を司る竜神信仰や、風と水に関係がある農業の守護神として信仰されている。全国各地に諏訪神社、お諏訪様があり、諏訪大明神として親しまれ敬われつつ、広く信仰されていると思うんだが、その総本山がこの諏訪大社なんだぜ。確かに、私の家の近所でもマップでも、諏訪神社って結構見かけるかも。信仰の内容を聞いてみたら、そりゃ全国各地で信仰されるわけよね。それから、水の信仰から海の森神となっていて、古い港の近くにはほぼ必ず諏訪大明神が祀られている。そういえば、諏訪大社には本殿がないって知ってるか？いやいや、立派な建物はあるし、写真だっていっぱいあるじゃない。それらの中に本殿、と呼ばれるものはないんだ。それじゃあ神様というか、ご神体的なものはどこに？他のものがご神体とされているんだ。秋宮は一位の木を、春宮は杉の木をご神木としており、上社は小山をご神体としているんだぜ。そもそも古代の神社には社殿自体なかった、とも言われているというところから、諏訪大社はその古くからの神社の姿を、今に残していると言えるわけだな。そういう、知ってると味わい深くなることって、実際に行ってみる前に知りたかったわね。二度と行けないわけじゃないんだ。リベンジしたらいいと思うぜ。さっきも言ったが諏訪明神が風と水の守護神として、五穀豊穣を祈る神として信仰されてきた。加えて、武勇の神としても広く信仰され、今では生命の根源生活の源を守る神として、多くの人々が参拝に訪れているというわけなんだ。諏訪大社ってそういう神社だったのね。歴史的なところを紐解いていけば、もっともっと語ることはたくさんあるんだけど、概説的なところとしてはこれで締めようと思う。ここからはさらにポイントを絞って、諏訪大社について見ていきたいんだぜ。すでに独特の特徴が多い諏訪大社だが、そこで行われる神事も独特なんだ。独特な神事？まず、7年に1回行われる御柱祭。長さ17メートル、重さ1トンもある巨大な御神木を、急斜面から人を乗せたまま落とすパフォーマンス。木落とし、というものがあるんだ。絶対に怖いし、そもそも危なくないの？もちろん、めちゃくちゃ危険だぜ。毎回、死者や重傷者も出る危険なパフォーマンスだ。だが、これこそが一般的なお祭りの、みこしや出しの原始的な形だ、という人もいる。調べると画像も出てくるけど、結構そのまま木の丸太なのね。そういう感想を抱く理由もわかるけど、なかなかにアグレッシブなお祭りだわ。それから、諏訪大社は仏教が渡ってきた後、肉食禁止以前の縄文時代の狩猟文化の流れを組み、鹿やイノシシの首や生地、魚を生贄として備える、御頭祭、も諏訪大社独自の神事と言えるな。そんなお祭りもやってるの？狩猟の成功を祈る神事なんだぜ。ただ、一説には古代において人間を生贄とし、人間の生首を備えていたとも言われている。あくまで一説だし、狩猟祈願と、自然への感謝のお祭りであるから、人も生贄として捧げられていたのかどうかは、信じるか信じないかはあなた次第だ。そうそう、あくまで一説よね。ちなみに、今はリアルな鹿の頭ではなく、剥製の頭を使っているんだぜ。昔は本物の動物の頭が捧げられていたのかしら。森や資料館では古代の御頭祭を再現していたり、生贄を縛り付けたと言われている柱があったり、この神事に関するいろんなことが知れるから、興味があれば立ち寄ってみると面白いと思うな。なんだか凄そうだけど、興味もそそられる場所だわ。他にも変わった神事といえば、カエル狩り、というものがある。カエルを狩るの？ああ、生きたカエルを串刺しにして、お供えするという神事なんだぜ。ひえ。ちょっと残酷。このカエル狩りは元旦の朝に行われる神事なんだが、諏訪大社の近くを流れる御手洗川の氷を割ると、必ずそこにはカエルがいるとされているんだ。そんな不思議なことがあるのね。これは、七不思議の一つとして語られているんだぜ。さて、諏訪大社独特の神事について話してきたが、そこに祀られている神様も不思議なんだ。これもまた諏訪大社の謎の一つと言えるな。祀られている神様？諏訪大社の大社には竹見方が、下社にはその妃である八坂と目の神が祀られている。夫婦で祀られているのね。竹見方はなんとなく、聞いたことがあるような気がするわ。竹見方は古事記で大国主の御事の子供、という記述がされている神様なんだ。ただ、八坂と目の神は聞きや神話には登場しないから、おそらくは諏訪固有の神だと考えられているぜ。それに竹見方に関する神話も、ちょっと奇妙な話が伝わっているんだ。ちょっと奇妙な話って？まず、古事記に書かれている神話として、竹見方が竹見和知という神様と、腕比べをしたんだが負けてしまう。そして、諏訪湖まで逃げ延びて命乞いの後、諏訪から出ないと約束させられるという話があるんだ。そんな、自分が負けたっていう神話が、2023年にも伝わってるとは、竹見方、少し不憫だわ。
この神話とは別に諏訪の地には、古くから伝わる神話が存在してるんだ。違う話ってこと？正確に言うとアフターストーリーなのかもしれない。神話では諏訪の地にはもともと、守谷の神が先に住んでいたそうなんだ。しかし武見方がその守谷の神を、征服したと伝えられているんだぜ。確かに話が繋がっている気がするわ。そうなんだぜ。この二つの神話から諏訪の地の歴史を、紐解いていけるように思うんだ。まず、最初から諏訪にいたのは守谷の神ってことよね。そして、そこに武見方がやってきて、諏訪、そして守谷の神を征服した。これは大和王権が諏訪を取り込んだ歴史を、神話のストーリーとして伝えていると思うんだ。つまり、武見方を出雲王国、武見一地を大和王権とすれば、守谷は縄文人たちのグループだと考えられる。武見方とその奥さんは、神社に祀られているって聞いたけど、もともといた守谷の神様は祀られてないの？諏訪の地に元からいたのは守谷の神なのに。確かにそうなんだけど、諏訪大社の御神体は、神社の背後にある守谷山とされているんだぜ。それが守谷の神様。それから、諏訪大社の最高位の神官は大堀といい、代々三輪氏である諏訪氏が世襲し、武見方の生ける御神体荒人神として、崇敬を受けてきた歴史があるんだ。そして、その諏訪を補佐するのが神長官と呼ばれる、シャーマンで守谷氏が代々世襲してきたんだぜ。よかった。守谷の神もちゃんと大事にされているみたいだわ。名前から察しはつくと思うが、シャーマンである守谷氏のルーツは、古代から守谷山のふもとに住んでいた、呪術を使える守谷族だとされている。このグループが信仰していたのが、守谷の神だと考えられているんだ。もともと諏訪にいた神様ってそういうことなのね。そこに以前から住んでいた人たちに、信仰されて存在してきたってことだわ。ここまで整理してきて思うのは、やはり諏訪大社は特殊な神社である、ということだ。そうなの？そもそも日本は実在の神様を祀ることが多い。事実、諏訪大社の御祭神も武見方と、八坂と目の神という出雲の王族であり、諏訪に住んでいたグループのリーダーだ。そこまでは何もおかしなところはないわよね。ただ、それに対して御神体は守谷山という、変わった形で信仰が成り立っている。確かに、祀ってるのは実在の神様なのに、神様が宿っている場所とされているのは山なのね。特にそこに神様がいるっていう伝説があるわけでもなさそうなのに。次は、そのあたりにフォーカスして、少し考察を進めてみようと思うんだぜ。先にも説明したように諏訪大社には神社と下社があるが、鎌倉時代に大堀であった諏訪信繁という人物が、幕府に提出した下社に対する神社の優位を説いた、大堀信繁下城にこういう記述があったんだ。諏訪明神が守谷大臣を追討した、とな。要するにどういうこと？諏訪明神とは武見方、つまり出雲王国のことで、守谷大臣とは守谷族、縄文系のグループのこと。この記述を噛み砕くと諏訪にいた、縄文系のグループを出雲王国が征服した、ということになると思うんだぜ。でも、それってよくよく考えたら変じゃない？守谷族、というか後の守谷氏って、偉い役職についてて重要されてたんでしょ？せっかく征服した現地の人々を、支配するとしても重要するものかしら。守谷族たちは呪術集団でもあったからな。その力を利用した方が得策であると、武見方たちも考えたんだろう。なるほどね。そう考えていくと諏訪大社の、奇妙な信仰についても納得がいくんだぜ。どういうこと？諏訪大社は御祭神を武見方と八坂と目の神、御神体を守谷山とする神社であると話したよな。そうだったわね。ということは政治的な意味で出雲王国のリーダー、武見方たちを御祭神としていて、呪術的な意味で縄文系の諏訪の地にいた人々が、崇めていた守谷山を御神体として融合した施設、そう考えることができると思うんだ。確かにここまで見てきた諏訪神社の不思議さに、納得感を与える解説じゃないかと思えるわ。ところで、呪術集団守谷族たち、諏訪の地にいた人々が崇めていた守谷山、その正体とは一体何だったんだろうか？何だったって？山は山でしょ？実は、守谷族が崇めていた守谷の神の、本当の名前はミシャグジ神、と呼ばれていたんだ。ミシャグジ神？名前すら初めて聞いたんだけど、そういう神様がいるってことなの？どういう神様なの？ミシャグジ神に関しては正直よくわかっていない、正体不明の謎の神様なんだぜ。今でもその正体については議論が交わされ、解明されていないままになっている。正体不明の神？なんだか怖いわね。触らぬ神にたたりなしっていうし、触れちゃいけないんじゃないかとも思うわ。よくわからない神様って言うと、若干不気味にも感じるかもしれないけど、そう恐れるものでもないんだぜ。最新の研究ではミシャグジ神は神様じゃなくて、精霊の一種ではないかと考えられているんだ。精霊の一種？妖精的なこと？というかよくよく考えたら精霊について何も知らないわ。
一般には実体がない存在であると言われるぜ。動植物や石などの無機物に宿るとされる、神秘的な力を指して言われることが多いんだ。それを崇めていたのが、モリア族。ミシャグジ神を信仰していたのがモリア族だとすれば、彼らはその神秘的な力を使いこなしていたことで、呪術集団として広く知られていたのかもしれない。その、ミシャグジ様ミシャグジ信仰について、より詳しく知るためにもやっぱり、精霊、という存在について、もっと知らないといけない気がするわ。それじゃあここで精霊とは一体何なのか？その正体について詳しく解説していこう。要するに精霊はいろんなものに宿る、不思議な力ってことなのよね。そうなんだぜ。ここで例に挙げて解説していきたいのが、アラビア半島で伝わる神、だ。神？アラビア半島の国々では万物に宿る超自然的な力、つまり精霊のことを神、と呼ぶ。ちなみに、霊夢も絶対に知っている、知名度抜群の神が一人いるんだぜ。え？誰かしら？私、神の知り合いなんていないと思うわよ。千夜一夜物語の中のアラジンと魔法のランプ。そこ登場するランプの精、あれが神だ。そうだったの？神はアラブ諸国の土着信仰として伝わっているんだが、イスラム教が大きく広まっている現在でも、神の信仰は衰えていないんだ。ちなみに厳格な一神教でも有名な、イスラム教の聖典コーランにも、神は登場しているんだぜ。イスラム教よりもずっと古いものだし、それがイスラム教の普及に伴って、その中にも組み込まれたってことなのかしら。ああ、だからアラブ圏外の国々だとしても、イスラム教圏だと神が知られてたりするんだ。そうなのね。イスラム教の中ではどういう立ち位置になっているの？神アッラーが土と水から人間を作る2000年以上前、煙の出ない煙や砂漠を吹く風から作ったとされる。人間と天使の間に存在する被造物、といった扱いになっているぜ。それから興味深いことに神についても、イスラム教徒とそうではないものがいるんだ。アッラーに作られた割に、信心深くないのもいるのねって思ったけど、そもそも人間だってイスラム教を、信じてる人とそうでない人がいるものね。扱いは人間と違ったりするのかしら。細かいところはわからないんだけど、イスラム教徒の神は人間と一緒で、同様に神の救済を受けられるそうだ。精霊は精霊で大変なのかしら。不思議な力を持つ精霊だからって、特に特別待遇とかないのね。まあ、特殊な力を持っている時点で、特別な存在ではあるんじゃないか？それから見た目に関してだが、神は普段目に見えない姿をしている。そこから煙のような気体の状態から集合して、目に見える個体となって現れることができるんだ。その辺は割とアラビアンナイト、の、ジーニーのイメージで考えてていいのね。そうすると青い人型と思うかもしれないけど、目に見える形といっても姿もいろいろで、動物や人などあらゆる姿に変身できるんだぜ。それから、あくまで伝承や物語の中で伝わる神だが、実際に現実の世界で神に遭遇した人もいるんだ。それって大丈夫な話？何が？お薬を使っている状態で見たとか、体がギリギリの状態で見えたとか、そういう体験のことを言ってるんじゃないわよね？そういう話ではないから安心してほしいんだぜ。そうなると逆にちょっと怖いけどね。だって、実際に目には見えない超自然的な、精霊が本当にいるかもしれないんでしょ？その体験をした人ってどんな人なの？フィリップ・インブローグノーという作家の女性だ。彼女は神の調査のために1995年、アラビア半島のオマーンにある、世界屈指の大きなマジョリス・アルジン、という洞窟を探索したんだぜ。マジョリス・アルジン、魔法の呪文みたいな名前だわ。神たちが集う場所、という意味らしい。やっぱりちゃんとそういう伝承がある場所に行ったのね。ちなみにここはギザのピラミッドが、すっぽり入るくらい大きな洞窟なんだが、ガイドが止めるのも振り切って、探索のために洞窟内に入っていってしまったんだ。そんなに大きくて広い、しかも精霊の類がいる洞窟に、止められても入っていく勇気はとんでもないわね。ただ、ガイドの忠告は聞いた方が良かったな。フィリップはこの洞窟の中で、恐ろしい体験をしてしまうんだぜ。恐ろしい体験？彼女が洞窟に入ると間もなく中には霧が立ち込め、どこからともなく囁き声が聞こえてきたんだ。囁き声？それって神の？ああ、外で待っていたガイドたちはパニックだ。神がここには来るな、と、言っているのが聞こえたそうなんだぜ。それはパニックにもなるわね。霧が立ち込めたっていうのも、それ以上立ち入らせないための警告かしら。しかもフィリップさんを残して、ガイドは逃げていってしまったそうだ。それだけ現地の人にとっても、恐ろしい体験だったってことよね。その話を聞くと精霊元い人は、実在するのかもって思ってしまうわ。この洞窟の一件だけじゃなくて、サウジアラビアのカリード王子のいとこから、フィリップさんは興味深い話を聞くんだぜ。何かしら？それはアメリカ軍は長年にわたって、人の捕獲を試みているということと、サウジアラビアも米軍に協力して、
神が現れると言われる場所に、アクセス許可を出しているという話だ。アメリカ軍は精霊なんて捕まえてどうするの？ UFO や宇宙人関連の情報も耳にするし、そういうオカルトっぽい研究もしてるのかしら。半分正解だけど半分外れって感じだな。アメリカ軍は人を軍事利用できないかと、研究を進めているということなんだぜ。見えないし不思議な力を持っているから、兵器というか味方にできたら強いかもだけど、そういう使い方はしないでほしいわね。というか、米軍が捕獲しようとしてるってことは、人という精霊は実在しているってことなの？発表したりはしないだろうけど、アメリカ軍の公式見解ではそうなるんじゃないか？その正体は何なのかしら？本当に私たちには見えていないだけで、精霊は存在してるってことなの？ここで一つの研究を紹介したいんだぜ。研究？イギリスの科学雑誌ニューサイエンティストに、2003年に掲載されたとある研究結果なんだが、物理学者たちが成長し、複製でき、コミュニケーションも取れる、プラズマ、の生成に成功したんだぜ。プラズマって何かしら？物質の4つ目の状態のことだ。義務教育の時代に物質は温度を上げていくと、固体液体気体と状態変化するって習ってないか？確かに習ったけど、それだったら3つじゃない？気体からさらに温度を上げていくと、プラズマ、という状態になるんだ。分子や原子から電子も離れて、科学的に不安定ではあるが超活性状態になる。プラズマってプラズマっていう、物質があるわけじゃないのね。ああ、物質の状態の名前なんだぜ。ん？物理学者はそれとコミュニケーションを取ったの？そういうことになるな。あの、申し訳ないけど、レベルの高い物理オタクが、自分の生み出したものの声が聞こえた、とか、とんでもないことを言い出した話ではないわよね。そんなものがちゃんとした科学雑誌に載るわけないだろ。それもそうよね。それにしても、プラズマが成長も複製もできるし、意思疎通もできてしまったってどういうことなのかしら。とはいえ、物質でできているわけじゃないし、生命体とは呼べないみたいなんだ。ただ、生命の基準は満たしているから、ものすごい発見ではあるということだな。これで長らく議論され続けてきたプラズマ生命体。その存在の可能性が立証されたわけだ。そっか、目に見えなくて気体みたいな生命体。その通りだ。精霊の正体がプラズマ生命体である、そんな説が語られているんだぜ。繋がっちゃったわね。高乱に伝わる神が生まれたのは、さっきも触れたように煙の出ない炎から。この煙の出ない炎、というのが、プラズマを指しているのではないかとも言われている。それじゃあ高乱によれば、そういう生命体たちが、人間が生まれるよりもずっと前から、地球に存在していたかもしれないってことなの？そうなんだぜ。しかも、もしそうだとするならば、人たちは独自の文明を築いていて、私たち人間が築いてきた科学文明とは、全く違う体系の知識や技術を持っていても、何ら不思議ではないと思うんだ。そっか、その私たちとは全く違う技術や知識が、精霊の持つ不思議な力に繋がってるってことね。それでなんで人の話をしてるんだったかしら。諏訪の地で信仰されていたミシャグジ神が、精霊かもしれないという話からだな。そうだったわ。ということはもしかして、ミシャグジ神も、プラズマ生命体である可能性があるってこと？というわけでここからは、諏訪地方の原住民だったモリア族と、その信仰対象だったミシャグジ神、その正体について解説していこうと思うんだぜ。精霊の正体がプラズマ生命体かもしれない、という話は先ほどした通りだ。実際にプラズマでできたコミュニケーション可能な、生命体を生み出すことに成功したのよね。ああ、そして諏訪大社のご神体モリア山と、モリア族が崇めていた精霊ミシャグジが、同一のものであると考えるのであれば、諏訪の地、諏訪大社の真実はこう考えられると思うんだ。まず、古代日本の諏訪地方では、プラズマ生命体が独自の文化を築いていた。それがミシャグジ神？そう、縄文系のモリア族はそのプラズマ生命体を、ミシャグジと呼んで共存していたんだぜ。でも、どうして諏訪地方に精霊の類が？それとも意外と見えてないだけで、日本全国そういった存在は結構いるものなの？いや、諏訪の地はかなり特殊な場所なんだ。特殊？どう特殊なの？諏訪大社が立っている場所はゼロ磁場、なんだぜ。ゼロ磁場って何？文字通り磁場がゼロになっている場所だ。特殊な場所ではあるんでしょうけど、そんなにすごいところなのかしら。だって磁気も何も働いてないってことでしょ？ゼロ磁場は何もないんじゃないんだ。プラスとマイナスの大きなエネルギーが、どちらも存在しすべて、があることで、私たちの命を育むエネルギー場を、形成すると言われているんだぜ。ある種のパワースポットってこと？ああ、古くから聖地や癒し地と呼ばれる、気の整った場所でもあるんだ。良い水が湧いていたり心身が癒されたり、病気が治るという言い伝えがある場所も多い。諏訪大社もそういう場所なのね。他にゼロ磁場で有名なところだと、長野県の文具井峠や伊勢神宮、高野山。
豊川稲荷、日光東照宮などがあるぜ。名だたる有名パワースポットだらけじゃない。ところで、人間にとって、良いところなのは分かったけど、精霊というかプラズマ生命体にとっても、ゼロ磁場は都合の良い場所なの？実はプラズマ生命体は電磁波が弱点だと言われているんだ。そういうものがないゼロ磁場の場所は、プラズマ生命体が住むのに適しているんだぜ。そういうことだったのね。知的生命体であるミシャグジ様たちは、ゼロ磁場である現在の諏訪大社付近の地に、独自の文明社会を築きながら、モリア族とも交流しつつ、モリア山のふもとでひっそりと暮らしていたんだろう。それが古代の諏訪地方にあった世界だったのね。人間よりも進んだあるいは人間の持っていない、科学知識や技術を持っていたミシャグジ神から、多くのことを教えてもらったモリア族が、彼らを崇めていたのも納得できるよな。でもそこに、突然として出雲王国が侵入してきた。ああ、数で負けているモリア族たちは、なすすべもなく敗北を喫してしまった。そして竹見中田たちに征服された、それが大堀信繁下城の記述だったわけだ。諏訪明神がモリア大臣を追討した、という文章ね。竹見中田がモリア族を倒した的な記述だけど、そこにはこんな背景があったかもしれないのね。そして、竹見中田率いる出雲王国のグループは、モリア族とミシャグジ神の関係に目をつけて、モリア族を自分の片腕として重用したんだ。彼らを神教官に任命すると同時に、ミシャグジ神の知識や技術を間接的に得ようとしたのかもしれない。モリア族が出雲グループに負けたのに、追い出されたり迫害されなかったのは、ミシャグジ神の力を手に入れるために、間に入ってもらう必要があったからなのかしら。シャーマンとして存続され続けたのは、そういうことだろうな。ミシャグジ神と意思疎通できるモリア族は、それだけで大事なシャーマンとしての役割があったんだ。途中で精霊の話とか始めた時は、諏訪大社関係ないじゃないって思ったけど、ちゃんと全ての謎を回収する形になったわね。ちなみに、そう考えると諏訪大社に伝わる、独特な神事の数々も納得がいくんだぜ。御柱祭とか御頭祭が？ああ、御柱祭は死傷者も出るような、かなりアグレッシブなお祭りだし。御頭祭は動物やもしかすると人間まで、生贄としてたかもしれない話がある。どちらもなんとなく人間の精神を、トリップさせるような神事であると言えるよな。それは確かにそうかも。そういう儀式に人々が参加することが、プラズマ生命体、精霊であるミシャグジ神と、コミュニケーションを取る手段の、一つだったのかもしれないんだ。そっか、そういう他の神社のお祭りとは、少し違うことをしているのは、それがここだけに存在しているプラズマ生命体と、意思疎通を図る手段だったからってことなんだわ。そして、諏訪大社のご神体が守谷山というのも、実体がないミシャグジ神のシンボルとして、崇めるために考えられたことなのかもしれないぜ。すごい、全部繋がったわ。なんとなくで訪れた諏訪大社に、これだけ壮大な歴史があったなんて。諏訪大社のご神体が実は、プラズマ生命体であるミシャグジ神であり、そのミシャグジ神と意思疎通を図るための施設が、諏訪大社だったということだな。さて、いかがだったかな？諏訪大社と諏訪地方はいろいろ巡ったんだけど、正直この話を聞いてから行きたかったわ。知ってるのと知らないのとじゃ、神社で思うことも全然変わってくるじゃない。歴史的建造物を巡る面白さはそこだよな。背景を知らないで行くのも面白いけど、そこであったこと、その場所の歴史を知っていくと、また味わいが大きく変わるんだぜ。だって、プラズマ生命体のミシャグジ様に、もしかしたら会えるかもしれないし、ご神体の守谷山の見え方も山だ。意外の感想を抱けたかもしれないわ。それはそれで、余計な知識のない、霊夢の感じたままの感想でいいと思うけどな。とにかく、今日の話が面白いと思えたなら、また諏訪旅行を計画したらいいと思うぜ。逆にこれを知ってしまったら、まっさらな感想は持てないわけだし、二度美味しい的な感覚で良いんじゃないか？それは、確かにそうね。それじゃあ今度はマリサも一緒に行きましょ。まあ、考えておくぜ。というわけで今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。